大峰丹田は山口県峰市から下関市にかけて分布する丹田である。中世代三条期に形成された丹田であり、日本の他の主要丹田よりも形成年代が古く、炭化が進んだ無煙丹の日本最大の産地として知られていた。大峰丹田は山口県峰市西部から下関市にかけて日本海と瀬戸内海とのおおよそ中間にあたる地域の 東山約8キロメートル、南北約1 2トル、面積約70平方キロメートルの範囲に広がっている丹田である。大峰丹田があるのはおおむね標高1 0 0ルから3 0 0ル程度の山間部である。丹田の中央部には標高3 5 0ル程度の分水嶺が北北東から南南西に伸びていて山地の谷間である低地部分は狭い。つまり、 基本的には、山がちな地形の中に丹田が広がっている。日本列島は、約7億年前、先カンブリア時代末期に超大陸ロディニアから、分離した中国南部の大陸海である、ヨースチ海の外縁で、その形成が始まったと考えられている。その後、約4億5年万年前のオルドビス期末期以降、ヨースチ海辺縁の沈み込み帯に加帯が順次、形成されていく。 近海辺縁から海洋側に向かって順次付加体が形成されていく中で徐々に日本列島が形作られていった。そのため現在の日本列島では日本海側に近い部分には古い時代に付加された地質体が存在し太平洋側に向かうにつれてより新しい時代に付加された地質体が見られるようになっている。中国地方では例えば 山口県の秋吉台で知られる、山口県、島根県、広島県に広がる秋吉台は、太陽一気の島々闇山の珊瑚礁で形成された、石灰石などが古生代末の後期ペルム期に不可体となったものと考えられている。中世代に入ると、中国地方では、山口県西部の厚保総群、峰総群、岡山県の成和総群といった三条期に形成された、 地層群のように、秋吉体などの深体や総体などの編成体の上部に浅い海や気水域で形成された地層や陸生層の体積が始まった。中でもミネシ南部の厚保層群とミネシ西部から下関市北東部に見られるミネ層群は、これまで多くの植物、昆虫、貝類の化石が発見されたことで知られている。厚保層群は、 中期三条期の後期ラディニアン期から後期三条期のカーニアン期にかけて、ミネソウ群は後期三条期の後期カーニアン期からノーリアン期にかけ、共に炭水域から旋回といった環境下で形成されたと考えられている。大峰丹田は中世海三条系である厚保層群、ミネソウ群内に炭層が分布しており、かつては日本最大の無塩炭の産地であった。 大峰丹田の炭鉱の位置。大峰丹田は三条期に形成された厚保層群と、峰層群に炭層が分布しているが、主要炭層はすべて、峰層群内にある。厚保層群は、大峰丹田の南東部、峰線南大峰駅の南方に、峰線を挟むように分布し、下層の本郷層と上層の熊倉層に2分される。うち、正規炭層があるのは、 熊倉層であるが炭質は粗悪で、これまでほとんど石炭としては採掘されたことがない。しかし、加口岩体による熱変成を受けたためと考えられているが、熊倉層西部の加口岩体周辺の無塩炭は土壌黒塩となっており、終戦後一時期黒塩を採掘したものの、1949年頃までに採掘が中止された。ミネ層群は北東から南西方向に、 高射軸を持つ高射構造をしており、地層の層構もおおよそ北東から南西方向である。層位は海から平原層、桃木層、麻生層の3層に分けられている。それぞれの層に石炭層が分布しているが、 大峰丹田の主要石炭層は、桃木層に集中している。平原層は丹田の南東部を中心として分布しており、層圧は北部は約350メートルであるのに対して南部では約1000メートルに達する。平原層は主に気水性の堆積物と考えられる、歴岩、砂岩、泥岩によって形成されており、その中に4層の石炭層が挟まっている。 中でも、平原層最下部には、冷えた層と呼ばれる酸層の石炭層があり、炭層の発達が悪い地域では、家業対象とはなり得ないものの、大峰丹田南東部の旧大峰駅南方の滝口付近では、炭層がよく発達しており、滝口炭鉱、西峰炭鉱が採掘対象としたが、カロリーが低い低質炭であった。これは、 石炭の元となる植物の意外が堆積した際の条件が悪かったか、または地殻変動の影響によって炭質が悪化したものと考えられている。桃木層は下層の平原層とは軽微な不整合で乗った形となっており、層圧約1600メートルである下部から下部層、桃木層主部。 イノシシの気境炭層の3層で構成されており、大峰炭電の主力炭層が含まれている。桃木層の炭層で最下部にあるのが、麦川層である。麦川層は3から8層の炭層で構成されており、大峰炭電南部では、炭電開発初期から、加業対象となり、炭電北部の流言地炭鉱でも採掘されたものの、炭層が不安定である上に、 平原層の冷えた層と同じくカロリーが低い低質炭であった。炭質不良の原因はやはり、冷えた層と同じく石炭の元となる植物の意外が堆積した際の条件が悪かったか、または地殻変動の影響によって炭質が悪化したものと考えられている。麦川層の上部にある炭層である藤川地層は、 大峰丹田内に比較的安定した形で広く分布しており、丹田北部では炭層が厚く南部では薄くなる傾向が見られる。海炭が多く、カロリーが高い良質炭であり、えのき山炭鉱、大民炭鉱、そして丹田北部のカンダム塩炭鉱、微福炭鉱などで採掘された。富士地層の上部には、はゼけ国層があるが、全般的に炭層が薄い上に、 炭層内に血眼が,が挟まっているなど、採掘条件が悪いため、炭層の発達が比較的良い地域であった江ノ木山炭鉱、大明炭鉱、ハゼケ国大鉱などで採掘された。炭質は、海炭が中心である。大峰炭田の炭層富士地層の上部には最下層、下層という炭層がある。中でも下層は、大峰炭田内に広く分布し、 しかも1.5メートルから2メートルという比較的厚い炭層である上にカロリーも高い上質炭であり大峰炭田を代表する炭層の一つとされていた炭質はやや解炭が多いという特徴があり炭層上下の地盤が硬いため採掘が良いという利点があった下層の上に分布する上層は大峰炭田随一とされた良質な炭層であった炭層は 平均3メートルで、厚い部分では10メートルに及び、分布範囲も広く、カロリーも高い量質炭であった。欠点としては、炭質が粉炭中心である上に、炭層上部がページ元層であるため、採掘が他の炭層よりも難しいという問題があったが、採掘技術の革新によって採掘が容易となり、増産がなされるようになった。なお、粉炭中心という特徴は、 大峰丹田の歴史を通じて、練炭としての需要が主であったことを考えると、逆に有利な面もあった。桃木層最上部にあるイノシシの木層は、通常に層の炭層からなるが、場所によっては5層にまで分岐する。解炭質で、カロリーが高い上質炭を産し、仮層、上層に次ぐ大峰丹田の主力炭層であった。炭層上下の地盤が硬いため水力最短が、 行われたことがあり、火葬、上層と共に1964年以降、露天掘りが行われた。ところで桃木層内の泥岩からは山上期に栄えた多くの植物化石や、ハエ、ゴキブリ、トンゴ類の多くの昆虫化石が見つかっている。桃木層の多くは、木層の特徴から川と氾濫源がある、多孔河川による堆積物であると推定されている。 桃木層の上位にあたる麻生層は、ミネ層全体の高射軸周辺に分布しており、三つすぎ岸岩部層、小田京丹層、三の瀬左岸部層の三層で構成されている。麻生層の主体は、旋回で堆積したものと考えられている左岸層であるが、中に三層の丹層が含まれていて、小田層と呼ばれている。小田層の丹層は、大ミ丹田西部の長友園丹層で、 採掘されたが、炭質は、粉炭約90%、海炭10%で、桃木層内の大峰炭電主要炭素から、産出される石炭と比較して海分が多く、カロリーも低く炭質は劣っていた。蒸気のように、大峰炭電の炭素は、麦川層以外の峰層群の桃木層にある炭素が主力であり、産出される石炭は、強雑物が比較的、 少ない良質な無塩炭であった。桃木層内の主力炭素から採掘された無塩炭は平均して海分が20から30%で 1kg あたりのカロリーは 5000kcal ロロ程度であった。一方、冷えた層、麦川層は 1kg あたりのカロリーが 4000kcal ロロ程度を、小田層は 3000kcal ロロ程度と主力炭素と比較して炭質が劣っていた。 大峰丹田の無塩丹の特徴としては、粉丹の割合が高く、しかも、粉丹の粒度が小さくなるにつれて、品位も高くなり、硫黄分が低く、無塩丹としては、日付が良いといった特徴があった。また丹層は、東側は30度前後の傾斜を持ち、西側は傾斜が40度以上となる。そして各所に断、断層、集局があるため、走行や、 炭層の厚みに変化が多く一定しないという特徴が見られた。これらの特徴は、大峰丹田における最短、先端の手法、そして採掘された無塩炭の利用方法に影響を与えることになる。大峰丹田は大きく分けて、峰線を福駅周辺の福地区とお福地区より、南側の峰市西部から下関市にかけて広がる大峰。 豊田前地区の2地区に大別される。大峰、豊田前地区が大峰丹田の主要部であり、お福地区はいわば飛び地にあたる。お福地区には峰層が分布しているが上部と下部が欠けており、丹層としては麦川層と富士地層が分布している。また大峰、豊田前地区の丹層は東側の方がよく発達しており、西側は 炭層の傾斜が急な上に断層による乱れも大きく、炭田の開発は、主として、東部の大峰側から進められることになった。世界的に見て、最も良質な上に炭層に、乱れが少なくて、炭層を挟む地層が硬いため採掘も容易な、石炭は、古生代に形成された石炭である。しかし、日本では、古生代に形成された石炭は、 岐阜県の山間部にわずかに見られるのみで、経済的価値は、ほとんどない。中世代に形成された石炭も、また世界各地で採掘されているが、日本国内では、大峰丹田以外には、大峰丹田の南隣にある、津の田丹田、岡山県の成和丹田、京都府の舞鶴丹田、その他、福井県、徳島県、長野県などに見られるものの、いずれも、経済的価値が低く、 主要丹田と言える丹田は、大峰丹田のみであった。日本の丹田は、石狩丹田、釧路丹田、常磐丹田、筑豊丹田、三池丹田など、主要丹田の多くが新生代の古代産期に形成されたものであり、大峰丹田は、中生代に形成された日本では、唯一の主要丹田であった。大峰丹田の石炭は、 約2億3000万年前から2億2000万年前にかけての中世代の三畳期に堆積した植物の意外が地殻変動や火星岩の影響によって無塩端になったものと考えられている。大峰丹田の主要部の地名等の地図。大峰丹田の発見経緯ははっきりとしていない。明治以前、現在の峰市周辺に黒い土があることを不思議に思っていた人たちもいたが、 それが石炭として使用できるとは考えもしなかったと伝えられている。大峰丹田が丹田として認知された時期については諸説ある。早い説では1877年という説があるが根拠がはっきりしない。大正初年に編纂された地元峰郡、大峰村の奇跡状況では1884年頃の発見としており、また1904年の地元新聞。 傍聴新聞の紙上では、今から18から19年前の発見としており、そうなると1885年から1886年頃の発見となる。この頃、北九州や宇部からやってくる行商人が、郷里の石炭に似ているので、もしや石炭ではないかと思い火をつけてみたところ、無塩炭である大峰丹田の石炭は、燃えるには燃えるものの煙が出ない。これは、 北九州や宇部の行商人にとって見知っている石炭とは異なるため、結局鉄数かずとなってしまったとの逸話も伝わっている1887年頃になると大峰丹田の石炭の利用が始まった。この時点で大峰丹田の発見とする説もある。大峰丹田の石炭はまず、峰郡で生産されるようになった石灰を焼くために使用されたと伝えられている。 ミネ軍でいつ頃から石灰の生産が開始されたかははっきりとしないが、1884年の記録ではすでに110箇所で石灰を生産していたとの記録が残っており、肥料用などで石灰の需要が高まりつつあったのを受けて1887年頃にはミネ軍では石灰の生産が盛んになってきていた。石灰の原料である石灰石を焼いて、 石灰とするために、ミネ群では、焚木や木炭を使用していた。これを、大峰丹田の石炭で焼いてみると成績が良かった。ため、ミネ群内では地元で産出される石炭を、石灰の焼成に使用することが広まった。石灰焼きに、大峰丹田の無塩炭を用いるようになると、石灰の生産も増加していった。こうして、明治20年代になると石灰焼きに使用する。 石炭の採掘が広まりだした。続いて1894年に開戦した日清戦争時には銅の需要が増大し、これを受けて近隣のお福銅山、超登る銅山でも銅の精錬に大峰丹田の無塩炭を使用するようになった。しかし当時はまだ大峰丹田の石炭の用途はほとんどが石灰の焼成用に限られており、 やがて生産過剰に陥って単価が下落し、単層が薄く、単質も悪い麦川、平原、奥畑といった炭鉱は、旧山に追い込まれ、桃の木、荒川で採炭が継続された。大峰丹伝令明期の石炭採掘は、狸掘りと呼ばれる方法で行われた。狸掘りとは、石炭の路頭から炭層に沿って、人がツルハシで穴を掘るように石炭を採掘していく。 やり方のことで、山腹に穴を開けて掘っていく形からタヌキボり,りと名付けられた。坑道は幅約1.2メートル、長さは約90メートルほどであったといい、松の丸太で補強する程度であった。働く甲府は2名ほどでもちろん機械は使用せず、採掘した石炭は籠で運んでいた。掘り出した石炭は、車力が輸送したというが、大峰丹田周辺は、 山道で道が悪く、多くの石炭を運ぶのは困難であった。なお、1894年頃の大峰丹田の石炭生産量は、約1000トンとの推計がある。大峰丹田での炭鉱経営に乗り出した渋沢栄一。日清戦争後、口述のように戦闘時に、海軍艦艇が煙を出す遊園炭を用いることに、弊害が多いため、海軍は、 無塩炭や連炭への関心を高めていた。このような情勢を見て、無塩炭を算出する大峰炭殿は、多くの石炭採掘の出願がなされるようになり、1896年頃には、数十人が、工区の権利を取得していた。こうなると、陶器の絶好の機会として、工区を高く転売することを目論むものが出てくる。大峰炭殿内の主要工区をまとめた上で、 大手本に売却し、利益を得ようと考えた者たちは、まず、佐賀県岸間炭鉱の技師長、吉原聖堂に相談し、その後様々なつてを頼って、買収相談を進めた結果、茨城県岩木炭鉱の唐崎京造を通じて、岩木炭鉱の大株主である、渋沢栄一につながった。もちろん渋沢は、大峰炭田の炭鉱経営に乗り出すにあたり、事前調査を行った。 工学博士の鈴木里氏を現地に派遣し、地質調査、大峰丹田の無塩炭の炭質の調査などを行わせ、有望との結果を得た。そして、渋沢と共に、長友縁体工株式会社の経営を行うことになる、浅野総一郎も数回にわたって、現地を調査した。結局、渋沢、浅野は、大峰丹田での炭鉱経営に乗り出すことを決定した。 会社設立に先立ち、まず単行経営を続けていた荒川工区を500円、桃の木工区を2000円で買収し、1897年5月7日、渋沢を筆頭として、浅野、吉原、唐崎ら7名が連名で、長友園大工株式会社の設立申請を、東京府知事を通じて、農商務大臣に提出した。会社の設立主意書は、無園単は、 石灰の焼成、セメント工場、コークスの調合、さらには、家庭用では新炭に変わる燃料となるものであるが、日本国内では2、3カ所の産地が知られるだけで、生産量もわずかである。しかし、峰ネ群、豊浦群に広がる大峰丹田は、これまでわずかしか利用されていなかったが、調査の結果、炭質が良い上に広い地域に規則正しい数層の、 採掘に適した炭素が確認された。また炭田から朝の海岸、下関まで遠くない。このような諸条件を勘案すると、我が国の無煙炭を算出する炭田の中で最上のものである。すでに工区を買収し企業家の木は熟しており、株式会社を設立して炭鉱を経営し、これまで世に知られることのなかった良質の無煙炭を算出し、 国益の一助としたいとの内容であった。長友園大交株式会社は、1897年7月2日に、正式に設立認可が下り、渋沢栄一が取締役社長となった。会社設立後、大峰丹田園内で支屈を繰り返し、また、航区全体で測量と地質調査を実施し、その成果は、大峰丹田の基礎資料となった。 長友円炭鉱,鉱で働く、公員は30名で、新たに開けこうした荒川港から上層の石炭を採掘した。この荒川港において、大峰丹田で初めて機場と炭車が使用され、採掘された石炭は、炭車で搬出された。1903年の石炭産出量は、年間3995トン、石炭の販売価格は1万金あたり10円50銭で、 あったと伝えられている。輸送困難で、経営難に陥る長友延旦公株式、会社有力財界人の渋沢栄一、浅野総一郎が経営に乗り出し、設備投資の結果、石炭の採掘方法も改善し、会社発足後も、地質調査を進めていくなどの経営努力を進めていた、長友延旦公株式会社であったが、経営は当初から苦しく赤字続きで、 1902年、上半期までに12,688円の累積赤字を計上するに至った。そして、会社の経営難を見て、募集株式の払い込みも27万5千円で止まってしまった。経営難の原因は算出した石炭の輸送問題であった。設立主意書には、朝の海岸、下関まで遠くないと書いていたが、距離的には、 遠くないにしても当時の大峰丹田は文字通り山間壁地にあった。まずは入馬車で石炭を運び出そうと考えたが、入馬車で最寄りの駅や港まで運ぶことは不可能ではなかったものの、山間部の険しくしかも狭い道を通るため、入馬車1台あたりの積載量は800均が限度であり、そもそも大峰丹田付近には石炭輸送用に使用できる入馬車そのものが、 少なかった。結局、入馬者では1日あたり8万金が限度で、輸送能力としては極めて不十分であった。そこで朝川、木屋川の川船を利用することを考えたものの、大河ではない朝川、木屋川の水運が石炭輸送の主力を担うことは困難であった。結局のところ算出された石炭は量的に少量であった海炭は、 銅の精錬用として、地元の銅山に、残りは、先端をしないまま主として、地元の石灰業者に販売し、一部は、車で木屋川の下流域である木屋まで搬出した上で、川船で積み出し、九州方面の石灰業者に販売した。つまり、輸送問題がネックとなって、長友延滞港株式会社時代もこれまでと比べて、石炭の販路は大きく広がることはなかった。 結局、長と無縁対抗株式会社は鉄道を敷設して、石炭の輸送問題を解決する方法しかないとの結論に至り、1899年に鉄道技師の小川資源に、山陽鉄道は最期から大峰丹田付近までの軽便鉄道敷設についての測量と設計を委託した。小川軽便鉄道敷設には、総額35から36万円が必要であると、 報告したが、赤字続きの長友園対抗株式会社には、その費用を捻出することは不可能であり、会社の経営立て直し施策としては、航空の整理と大峰丹田で算出された無園炭を各地で紹介するといった方法しか取れなかった。そのような中で、口述のように海軍が連炭を艦船の燃料として使用する計画を進めている。 ことを聞きつけた長戸無塩太鼓株式会社は、大峰丹田で産出される、無塩丹で海軍が使用する連炭を製造する、要望を出した。大峰丹田で産出された、無塩丹で製造した連炭の資本成績は、良好であり、その後も海軍は、資本を繰り返し、炭鉱の現場視察も重ねた結果、長戸無塩丹鼓株式会社に対して産出した、 無塩炭を買い上げることを提案した。海軍が無塩炭を購入する意向を示したことを聞きつけた産業鉄道株式会社は、1901年に鉄道建設の実測を行ったところ、100万円の費用を要すとの結論が出た。海軍から提案された無塩炭の年間受け入れ量から考えて、到底100万円の鉄道付設費用に見合うだけの利益を上げることはできないと判断され、 長友園太鼓株式会社からも、鉄道布設についての交渉が持たれたものの、布設には至らなかった。鉄道の布設がうまく行かず、無園単の海軍買い上げ話もまた思うように、進展しない中、赤字続きの長友園太鼓株式会社は、経営危機に陥っていく。長友園太鼓株式会社は政府に対して、しばしば光栄で、大峰丹田の炭鉱事業を行うように、 検議してみたものの政府から色良い返事はなかった。この問題は日露関係の緊迫化によってようやく動き出すことになる。1903年になって海軍は本格的に大峰丹田の買収交渉に乗り出すようになった。経営難の長友園対抗株式会社は翌1904年1月にはいよいよ会社解散が検討される状況にまで陥った。 しかし2月には日露戦争が開戦となり戦時となったため日本が海軍艦船用の無塩炭を購入してきたイギリスからの輸入は危険にさらされる可能性が生まれた。また戦争がいつ終わるのかは予測不可能で戦争終結までイギリス産無塩炭を供給し続けることができるかどうかは不透明であった。結局海軍は長無塩炭鉱株式会社の買収と 山陽鉄道は駅から大峰丹田付近までの鉄道敷設を決断することになった。海軍炭鉱時代、桃の気候の高校に掲げられていた海軍を象徴する桜と怒りを刻んだ石板。1871年、兵部省は薩摩藩から唐津の炭鉱の堅牢を受けた。翌1872年には唐津の炭鉱は海軍省に移管され、以後、 海軍直営で、唐津で採淡が行われた。しかし海軍力の整備に伴って淡出に対する要求が高まっていき、また、石炭の消費量も増加してきたため、1886年には、全国各地で産出される石炭の品質を調査した上で、海軍予備淡山が指定された。海軍予備淡山は平時においては、予備として保有している炭鉱のことで、一旦有事となれば、 大量の石炭を供給することを目的とした制度であった。1887年、海軍予備炭山の中で、福岡県カスヤ軍の震源炭が優れているとして、1890年4月1日には、海軍直営の新原祭炭所が開設された。日清戦争時に、海軍艦船が使用した石炭の多くは直営の新原祭炭所の石炭であった。ところが、 日清戦争時、遊園艦である、新玄艦の欠点が露見することになった。まず問題となったのは、新玄艦を燃料とした、艦船は黒煙を吐き出すため、敵から、その存在を容易に発見されてしまうということであった。そして味方同士の信号のやり取りも黒煙が邪魔してしまい、軍用艦としては不向きであることが明らかとなった。結局海軍は有事に備えイギリス産の無煙艦を、 備蓄することになった。しかし、日本とロシアとの緊張が高まっていく中で、イギリスカーディフ産の無塩炭の大量購入に踏み切らざるを得なくなった。日英同盟が結ばれていたこともあって、イギリスからの石炭大量買い付けに成功し、日露戦争時、日本の艦船はすべて高品質のイギリス産の無塩炭を使用することができた。 その結果、能力通りの速力を出すことが可能となり、しかも肺炎も薄くなった。日本海軍は、使用石炭においてもロシア海軍に比べて大きな優位を得て、勝利を上げる原動力の一つとなった。ところで海軍の艦船の動力となる軍用炭を海外に依存することは、国防上大きな問題であるとされ、国内自給が海軍の大きな課題の一つとなった。 その上単価が国内単の倍以上と高額であり、海軍予算を圧迫していた。また海軍では1884年から、ンタンの使用が研究されており、その結果、着火が早く、高カロリーでかつ、煙を出さないレンタンの使用が望ましいとの結論に、至り、1897年度の予算において、海軍直営のレンタン製造所の建設を予算要求するに至った。 しかし、当時民間からの練炭製造出願が相次いでおり、中でも天草炭業、株式会社が製造した天草練炭は、資本の結果、軍用に適するとされたため、海軍直営の練炭製造所の建設計画は一旦ストップして、天草炭業、株式会社に、練炭の納入を命じることになった。しかし日露関係の緊迫化は、能力不足の民間企業に、 連炭製造を依存することと、イギリスタンの輸入に、軍用炭を依存し続けることの危険性を、改めて認識させられることになった。しかも、イギリスから大量に輸入した石炭のうち、約15%は粉炭であり、この粉炭から連炭を製造すれば海軍予算の大きな節約にもなると判断された。そこで、海軍直営の連炭製造所の建設計画が、 改めて進められることになった。このような中で、1900年、当時経営難に陥っていた、長友煙対抗株式会社から、海軍の艦船用に、大峰丹田から産出される、無煙丹を使用して、電丹を製造する希望が出された。そこで、天草丹業、株式会社に、大峰丹田の無煙丹を使用して、電丹の試作を依頼した。 完成したレンタ炭ンを1901年6月に、高尾、岩手、曙などで未噴した結果、イギリス炭には及ばないものの天草ンタ炭を上回る、好結果を得た。大峰炭で産の石炭から作られたレンタ炭ンの、好成績を見た海軍は、大峰炭で産の無塩炭でレンタ炭ンを製造する、ことによって、軍用炭の海外依存とレンタ炭ンへの移行という、大きな課題を解決できると考えた。 そこで、長友園大港株式会社とその周辺の航区を買収し、海軍直営で大峰丹田の無園丹を用いて軍事用の連丹を製造することになった。日露戦争中の買収劇、大峰海軍最短支所の正門の光景、明治末期から大正時代に撮影。前述のように日露関係が緊迫化していく中、1903年海軍は、 本格的に大峰丹田の買収交渉に乗り出すことになった。翌1904年2月、日露戦争が開戦となった。同年4月、日露戦争下の緊迫した、情勢下、海軍大臣の山本権兵衛は、日露戦争開戦という情勢を踏まえ、海軍直営で練炭製造を行う件について閣議に諮り、了承を得た。海軍省は、 海軍連単製造所設立委員を任命し、連単製造に向けて本格的に動き出した。なお、海軍の大峰丹田買収について、海軍大臣の山本権兵衛が有力財海人の渋沢栄一、浅野総一郎らが経営し、極度の経営難に陥っていた長友縁炭鉱株式会社を救済することを目的として断行したものであるとの制裁会 癒着疑惑が流れたが、事実無根の話として、問題とはならなかった。山本ゴ兵衛は1904年12月12日、第21回帝国議会の予算委員第4、分科会の席で海軍の練炭製造諸説立の経緯について、日露海戦に備えて、イギリス産の無塩炭を可能な限り購入したものの、戦時下ではどうしても購入した、無塩炭を日夜消費せざるを得ず、 現状において戦争が終結する目途が立っておらず、しかもイギリス産の無塩炭の価格が高騰してしまい、今後イギリス産の無塩炭を入手するのはかなり難しいとの現状を説明した。その上、バルチック艦隊が日本近海にやってきたら政界権を奪われてしまうのではないかとの認識を示し、そうなるとどうしても大峰の無塩炭を購入して、 レンタンを製造する必要に迫られているとした。そこで研究、検討を重ねた上で、石炭を採掘し、レンタンを製造するための総合の設備を建設し、軍事用のレンタンを供給することに決定したと説明した。大峰海軍最短支所の桃野機構の高校、明治末期から大正時代に撮影。1904年4月、海軍は、 長戸無縁炭鉱株式会社の工区と周辺で石炭を採掘していた個人所有の小炭鉱を買収した。買収価格は長戸無縁炭鉱が20万円、個人所有の小炭鉱が3万4千円の合計23万4千円であったと伝えられている。また炭鉱設備の整備費として100万円の支出も決定し炭鉱の買収費用、整備費ともに 海軍の予算でまかなわれることになった。その後1905年4月14日、臨時海軍連単製造所最短部が正式に発足し、1912年3月29日には海軍最短所の管轄となり、福岡県カス郡に置かれていた新原海軍最短所の支所という扱いとなった。なお、臨時海軍連単製造所最短部、海軍最短所支所は地元では、 海軍炭鉱と呼ばれていた。大峰丹田の主要部分を買収した海軍は、1904年7月6日に、武田秀夫海軍機関大元らが実地調査を行った。8月1日からは、高校の新設に着手し、大峰丹田の炭層の内数を採掘することを目的とした荒川港、袖国港、桃の機港を、そして、 上層の石炭を採掘することを目的として、北港、南港を開けこうしていく。11月からは採掘が開始されたが、開港された各港から出こした石炭は、運搬手段が未整備であったためとりあえずは全て、貯炭したと伝えられている。海軍艦艇の燃料国産化と練炭使用推進を大きな課題としていた海軍は、1906年6月20日、 海軍軍令部長の海軍大将、東郷平八郎が南港の開港式に出席するなど、大峰丹田からの無塩炭酸質を重視する姿勢を見せた。海軍連炭製造所の建設対象時代の徳山、海軍連炭製造所の前景。大峰丹田で採掘された無塩炭を連炭に加工する連炭製造所は、まず付設予定の大峰丹田からの鉄道と、 山陽鉄道本線との連絡地である朝の海岸に設ける案が浮上した。しかし朝は大峰丹田から資金であるが、海が遠朝であるため製品となった練炭を輸送する海軍艦船の着岸が困難であるとの欠点があった。同様の理由で、羽生調布も候補から脱落し、結局大峰丹田からの距離、鉄道輸送を予定している無塩丹輸送に、 都合の良い場所、製品の海軍艦船輸送が可能な旅行という条件を勘案し、大野田、小月、下松そして徳山が候補地となった。徳山については、徳山出身の小玉玄太郎が誘致に尽力したとの話が伝わっている。海軍連単所の建設候補地の一つとなっていることを知った徳山では、官民を挙げての猛運動を開始した。当時、 これといった産業がなく錆びれていた徳山は、突如降ってはいた地域振興のチャンス獲得に必死となった。良好を持ち、鉄道輸送に不安はなく、気候、風俗人情が恩和で流行病の恐れもない、衛生的な地で、しかも建設費用も安価であると徳山の利点を、猛アピールするとともに、連炭製造所用地を無償で海軍に剣納するとの、破格の条件を持ち出した。 他の候補地も誘致運動を展開したが、海軍の実地調査の結果、小月は海が遠浅であり、下松は駅から練炭製造所の建設予定地までの距離が遠いという問題があり、徳山が最有力候補となっていった。しかし徳山にも欠点があった。徳山出身の小玉玄太郎も指摘した水の問題である。徳山は水が乏しい地であり、練炭製造に 大量の水が必要となると製造所の運営は厳しくなる。練炭製造所の用水確保は農業用水との兼ね合いもあって調整に手間取ったが1904年6月には徳山に決定した。1904年8月徳山で海軍練炭所建設が開始され9月25日26日には徳山港に練炭の原料となる粉炭化した。 イギリスタンが陸揚げされた。1905年3月、フランス製のレンタ炭ン製造機が届き、4月下旬からレンタ炭ン製造が開始された。レンタ炭ン製造当初は粉炭化したイギリスタンが原料であったが、大峰炭田から朝までの鉄道の開業後に無塩炭輸送が開始されると、大峰炭田で産出された無塩炭を原料としたレンタ炭ン製造が主となった。 鉄道の特幹工事長と無塩炭鉱株式会社の経営不振の主因は、産出した石炭を効率的に市場へと輸送する手段がなかったことにあった。つまり、海軍が無塩炭を採掘するようになったところで、輸送手段を確立しなければ、海軍艦船燃料の国産化と連炭使用促進も文字通り絵に描いた持ちに終わってしまう。石炭の輸送ルートについては、 朝川柿屋側の川船を使用する案も検討されたが、やはり到底輸送が間に合わないと考えられ、結局のところ鉄道敷設しかないとの結論となった。1904年時点で、山陽鉄道は下関駅まで延伸されており、大峰丹田の石炭輸送用の鉄道ルートとしては、朝駅から朝川沿いを遡るルートと、もう一つ、小月駅から西市を経由して、 大峰丹田に向かうルートが検討された。最終的には、浅駅から浅川沿いを遡るルートに鉄道を付設することになるのだが、このルートは、浅川の蛇行が激しい上に、大峰丹田の近くになると川沿いに断崖が迫っている場所も多くなり、トンネルの掘削や佳境をしなければならない箇所が多い、ため、難工事が予想された。 この難工事に取りかかるきっかけはやはり日露戦争の改戦であった。海軍省は山陽鉄道に対して朝駅から大峰丹田までの 19.7km の鉄道布設について打診し、それを受けて山陽鉄道は1904年4月、朝から大峰丹田までの鉄道布設を決定し、資本金の250万円増資を決定した。 4月18日には海軍大臣から大峰支線建設に関する補助金支給についての命令書が交付され、5月27日に停心大臣から鉄道施設に関する仮免許、そして7月13日には本免許が交付された。海軍大臣からの命令書の内容の用紙はであった。日露戦争という非常事態下に海軍の命令によって開始された。 鉄道敷設は平時において35ヶ月かかるとされた工事を約3分の1の工期である12ヶ月で完成させる計画であった。山陽鉄道は宇野線の工事に従事していた八田義明を派遣することを決定した。八田は1904年4月中に鉄道建設調査と設計に取り掛かり、6月7日には浅い木近くに建設事務所が開設された。地元自治体、 鉄道建設予定の沿線住民たちはこぞって、鉄道敷設を歓迎した。鉄道建設に伴う河川や、道路の付け替えなどといった取り決めはスムーズに進み、鉄道建設用地の所有者たちも争うように用地の寄贈を申し入れた。当時の新聞報道によれば、鉄道用地はすべて、土地所有者から寄贈されたという。当初予定の6月末着工には間に合わなかったものの、 測量、製図、隠し工事の設計、用地寄贈の受付とそれに対する報奨事務、所有権移転の登記などのもろもろの準備は8月末までに完了し、建設工事については全工事区間を重工区に分け、第1期結果間トンネル、第2期結果間トンネル工事の2区間は直営とし、残り8区間の工事区間を受け負い委託することとして、9月1日に、 全住工区で一斉に工事が開始された大峰丹田までの鉄道敷設はとにかく急ぐことが求められた。そのため工事は昼夜健康の特管工事となった。工事現場には多くの工事関係者がやってきて、もともと乾燥であった建設現場は突如として人の往来が頻繁になった。場所によっては工事関係者が宿泊場所を占拠してしまったため、 一般の旅人たちは農家に宿を借りざるを得ない状況となった。工事関係者を当て込んで料理屋を開業する者が現れたり、近隣から商売人たちがたくさんやってくるようになった。もちろんこのような状況では物価も跳ね上がった。工事期間中降雨が多く、出水によって工事が難航したため、1九百五年六月末の工事完成予定は二ヶ月延期となり、八月末の 完成予定となった。それでも3月までにはトンネルは開通し、築堤、鉄道建設に伴う河川、道路の変更工事なども完成し、8月末までには橋梁工事、軌道の敷設、駅の建設が終了し、9月10日に開通式が挙行されることになった。1905年9月10日の開通式では、特別に新造された列車が連結された。 記念列車が運行された。記念列車のうち2両は、緑の葉で飾り付けられて楽隊が乗車し、駅に到着するたびに勇ましい音楽を演奏し、雰囲気を盛り上げた。終点の大峰駅には舞台、相撲場、大緑門が設けられ、近隣からの大勢の人々が集まる中、花火が打ち上げられた。正午に列車が大峰駅に到着すると、ご参会が開かれ、 牛場拓造産業鉄道家部式、会社代表取締役会長の開会挨拶の後、武田秀夫海軍機関代言から祝辞が述べられた。武田は、祝辞の中で、そもそも本戦の不設は全く軍事上の必要に、起因したるものにして、軍務の当局者は、日露海戦の初にあたり、感染糧食とも言うべき、無塩燃料供給の道において、万全の策を講求し、 大峰無縁炭鉱の開策に着手し、山陽鉄道、大峰線は実にこの事業に伴い経営せられたる。と、海軍が大峰丹田の炭鉱事業の直営に乗り出したことと、山陽鉄道、大峰支線の建設についての意義を説明した。その後、小郡、山口、下関から来た景気による踊り、女、北千山の土俵入り、ジンクという女相撲など、 様々な余興が披露され、海軍連単製造所最端部の建物見学も行われた。9月13日から、山陽鉄道、大峰支線の正式営業が開始されたものの、肝心の石炭輸送は、海軍連単製造所最端部の最端設備が整わなかったために、すぐには始まらなかった。結局1906年2月11日になって、 大峰から徳山までの毎日一往復の石炭輸送列車の運行が開始された。そして同年12月には国は山陽鉄道を買収し、山陽鉄道大峰支線も国有化された。海軍炭鉱時代のレンガ積みが高校から約30メートル残っている荒川港。海軍連炭製造所最端部の経営形態は海軍省直轄で上層の分担を採掘し、 仮想の海炭は、福岡県カス郡軍の内田かなえが受け負い採掘する方式であった。海軍連炭製造所最短部は、大峰丹田中央部の桃の木、荒川、奥畑の浅部に埋蔵されている石炭を採掘し、産出が軌道に乗ったのは1906年夏以降であったという。なお内田かなえとの受け負い契約は1919 19年3月に解除となり、以後は、 海軍直営一本となった。海軍は、炭鉱経営を行うにあたり、設備を大幅に更新、近代化した。まずは、港内外の設備の電化であった。火力発電所を麦川に設け、宮原二郎が発明した、当時の海軍艦船の主力ボイラーであった、宮原式水管ボイラーを1908年2月末の段階で3台、発電機を3台設置した。なお、 1910年6月には、宮原式水管ボイラーを4台、合計800馬力、発電機は3台で出力は 1000kW であったとの記録が残っている。麦川の発電所で発電された電力は、炭鉱の所設備の運転に使用された。港内の通気は、海軍の経営となった当初は、自然換気であったが、後に、桃の気候。 風ぜけ国港ではキャベル式扇風機が使用されるようになった。排水についてもポンプを使用し、これまでの大峰丹田の炭鉱では排水設備が整わなかったために水平に行動を掘り進めるしかなかったものが炭層の傾斜に合わせた車高を設けることが可能となった。また行動が深くなるにつれて構内から発生するガスに引火する危険性を考慮して、 校内の明かりはすべてデイビー島やクラニー島といった安全島を使用するようになった。大峰海軍最短支所の桃の木候所の前景、明治末期から大正時代に撮影。しかし、桃の木候、ハゼケ国校では毎年梅雨時となると泉量が増加して校内からの排水が困難になっていた。中でも1916年の梅雨は雨が長期間降り続いたため、 ポンプを増設して、排水に努めてみたものの、結局排水が追いつかなくなってしまい、一時採掘を中止せざるを得なくなった。石炭の採掘は手掘りが基本であったが、岩石の屈伸時には、作岩器も用いられた。校内で採掘された石炭の搬出には、電気管蒸気を用い、桃の機構、ハゼケ国港から麦川にあった、先端所までの輸送には、作動が用いられた。 麦川までの道のりが平坦であった荒川港からは当初は馬車が使用されたが後にはエンドレスロープが用いられるようになった。また機械の修理工場があって炭鉱で故障、破損した機械類の修理を行っていた。なお石炭輸送用の鉄柵はドイツのブライベルト社製でドイツ人技師の指導によって建設されたもので1919年 1937年には新しい作動が設けられ、1961年9月に廃止されるまで大峰丹田のシンボルの一つとして親しまれた。1933年8月に大峰丹田付近を訪れた種田,田三島家は、丹社が空を山の緑から緑へと大峰丹田の石炭輸送用鉄柵を俳句に読んでいる。産出された石炭は、 すべて麦川の先端所に集められて先端が行われた。海軍艦船用の練炭原料として、品質管理は厳しく、海分25%以下と決められていた。練炭の原料として、徳山の海軍練炭製造所に輸送されたのは、上層の粉炭が中心であり、計 13mm 以下の粉炭、そして先端所で両炭とされた海炭は、海軍練炭の原料として使用された。 粗悪炭とされたものの一部は工術のボイラーの燃料とされたというが、基本的には廃棄処分となった。先端作業はまず粉炭と解炭に分離するために、古いにかけられた。大峰支線の引っ込め線が先端所まで延伸されており、粉炭についてはそのまま貨車に積み込まれた。一方、解炭は先端によって上質炭を選別し、上質炭は粉砕の上、粉炭とともに、 貨車で徳山の海軍連帯製造所に輸送された、大峰海軍最短支所時代の麦川の前景、明治末期から大正時代に撮影。海軍連帯製造所最短部関連の施設としては、事務所、海軍関係者が住む、感謝、合宿所、医室、隔離病室、クラブ、売店、そして直轄交付が住む、公員住宅、受け負い交付が住む、 公員住宅などがあった。うち、事務所、感謝、合宿所などは、麦川にあり、公員住宅については、麦川の他に、桃の木港、はぜけ国港の近くにあった。直轄候補が住む、公員住宅は1908年2月末は、な屋40個、コ員はは350名。1910年6月は、な屋40個、公員三百337名。一方、 受け負い交付が住む、公院住宅は1908年2月末は、なや130個余り、公院は400名余り、1910年6月は、なや240個余り、公院605名であったとの記録が残っている。炭鉱での仕事に関連する疾病には関しては、直轄交付は、交渉として、医室での治療を受けることができた。一方、 受け負い交付の炭鉱での仕事による疾病は、食卓医が治療したという。海軍連単製造所最短部の交付が住む納屋の銃、環境はお世辞にも良いとは言えなかった。海軍直営の納屋は4畳半1軒のみで、1日に15銭、前後の家賃がかかった。また、1916年の大峰町荒川の炭鉱住宅は、 当時、ミネ周辺では低所得者の住宅とされた、杉川吹近で、間取りは4.5畳と3畳の板の間であり、むしろの上で寝起きしていたとの記録もある。労働条件も過酷で、1日に交代の12時間、労働で休憩時間も午前と午後に15分ずつしかなかったと伝えられている。一方、給与はというと、特殊孫さんが日給70銭。 公害夫が1日50銭であったという。しかし当時ほとんどの炭鉱がわらじばきで仕事をしたのに、対し、1920年頃からは、自家旅となるなど、労働待遇が良い面もあった。一方、受け負い交付の待遇はというと、ハンバー主が、交付に移植住すべてを保障する代わりに、給与のほとんどが、ハンバー主が手に入れる仕組みとなっており、文字通りの搾取であったと伝えられている。 当時は、校内婦として、婦女子も単校内で働いていた。1916年4月14日の新聞報道によれば、大峰海軍採短支所では98名の女性校府が働いていたという。校内婦は、シャツ1枚、腰巻き1枚で入校していたといい、仕事後の風呂は男女混浴で、水替えが行われないためいつも真っ黒であったという。 海軍連単製造所最端部周辺に飲食店は一つもなかったといい、娯楽施設は唯一、大峰駅前に、明けぼの座という劇場があったものの、月に2、3回ある工業のほかは、たまに流しの老極芸人がやってくる程度であった。このような、殺風景の炭鉱では、女性問題などのトラブルが原因での人情座だが、しばしば発生した。甲府は主に、北九州。 島根県、広島県からやってきたと伝えられている。海軍連単製造所最短部には、数名の交付募集担当職員がいて、農管機を中心に、交付募集に奔走した。また、北九州からの交付が多かったのは、海軍連単製造所最短部の受け負いをしていた、内田家内が、福岡県かすや郡出身であり、内田が、地元北九州の交付を呼び寄せたためであった。 そして当初、娯楽施設がほとんどなく、飲食店すらなかった、大峰駅前の麦川の町も、炭鉱で働く人々が集まるにつれ、1907年頃からは、住宅や商店が立ち並ぶようになっていった。海軍艦艇の燃料国産化と、連炭使用推進という課題解決の切り札として、期待された大峰丹田の無炎炭であったが、結果的には、 海軍の期待に十分応えられなかった。まず問題となったのが、大峰丹田の無塩炭の品質であった。海軍艦船用の練丹は、当時戦闘用の第一種練丹と通常時に使用する第二種練丹の2種類に分けられていた。品質的にはもちろん戦闘用の第一種練丹が高品質であったが、大峰丹田の無塩炭は海分が多く、 1> 第1種練炭の原料としては不適格とされた。そのため第2種練炭の原料として使用されるようになったのであるが練炭製造前に海分を減らすために洗い炭を行ってもその効果が薄くクリンカーができやすいという欠点があった。大ミネタン連産の無塩炭は品質の問題以外にも産出量も海軍の期待を下回った。 海軍連単製造所最端部の石炭生産量は、1907年は66,560トン、1908年は98,441トン、1909年が95,292トンと、山口県一の炭鉱となり、大正時代も1918年までは、おおむね5万トン台から6万トン台の生産量を上げている。しかしこの量は、当初、 大峰丹田からの年間石炭運搬量15万トン以上を考えていたことから見ても少なかった。結局、良質の無塩炭であるフランス領インドシナ産の本芸炭を輸入することになったが、1908年には大韓帝国ピョンヤン産の無塩炭の使用が開始された。ピョンヤン炭は品質が良くしかも埋蔵量も豊富であったため、海軍用連炭製造の主力は、 病に安泰となっていった。品質と生産量の問題に追い打ちをかけたのが海軍感染燃料の重油への転換であった。世界的に石炭や練炭ンンを鑑定燃料としていた時代から急速に重油仕様へと移り変わりつつあった。日本では1906年浸水のイコマが初めて住み、油根焼喚を採用した。 重油戦勝艦は1915年イギリスより購入した裏風が初であり、国産艦でもやはり1915年浸水のカバが重油戦勝艦を採用し、以後、新造の海軍主要艦船,船は重油戦勝となり、練炭の使用は急速に減少していくことになった。結局、1923年1月、海軍は大峰海軍最短支書の廃止を決定し、 同年3月22日には廃聴式が行われた。なお、3年以上金属の従業員には、日給80日分の退職金が支給されたという。大峰海軍最短支所の廃止後、航空、炭鉱設備式は一旦大倉省の管轄となったが、1923年6月に鈴木寛一に払い下げられた。大倉省と鈴木寛一が所有していた時期、 炭鉱は旧山状態であったが、1924年1月には山陽無縁対鉱株式会社が設立され、海軍直営炭鉱は民間の炭鉱として再スタートすることになった。大峰炭田園内の多くの炭鉱は、長友縁炭鉱と海軍省の海軍、連炭製造所最短部に集約されたが、集約されることなく独自の経営を続けた炭鉱もあった。 それらの炭鉱は、長戸無園炭鉱そして、海軍連炭製造所最炭部よりも規模が小さな中小炭鉱であり、1907年には10余りの炭鉱があって産出された石炭は合計で約5000トン、明治末期には約1万トンにまでなっていた。ポンプによる排水設備が設けられた海軍連炭製造所最炭部とは異なり、排水手段がなく、 また換気の問題もあって中小炭鉱では車鉱を設けることは難しく、ほとんどが水平鉱のままであった。電気環状機で鉱内から石炭を搬出していた海軍連炭製造所最短部に対し、1923年頃までは馬が巻き上げ作業をしていたという。当時の中小炭鉱では主として海炭を採掘しており、やはり女性も 校内で働いていたと伝えられている。安全対策も海軍練炭製造所最端部より遅れており、照明用にカーバイドを用いたアセチレンランプが使われていた。やがて中小炭鉱でも設備の電化が始まったが、最初は校内に裸電線を引き込んでおり、甲府の中には触れると還元してしまうことを知らない者も,も多かったという。 海軍連炭製造所最短部産の石炭は海軍用連炭の原料となっていたが中小炭鉱で産出された石炭はこれまでと同様主にミネ周辺で盛んであった石灰焼成用として出荷されたところで当時の石灰焼成業者の多くは零細業者で資金繰りも楽ではなかったため経営が苦しい時には野員に乗じて露天掘りの石炭を 失敬したこともあったという。その後第一次世界大戦の後継記事には、料理屋や一般家庭用にも、大峰丹田の無煙炭の販路が拡大していった。大峰丹田に、新たなビジネスチャンスを見出した、野口従う。大正初期の大峰丹田は、海軍経営の炭鉱以外は、中小大鉱ばかりであったが、このような大峰丹田に、 新たなビジネスチャンスを見出した人物がいた。日本窒素肥料株式会社を設立するなど、電気、化学関連で事業を拡大しつつあった、野口従川である。野口は1916年、大峰無塩対抗株式会社を設立し、当時年に約5000トンの出炭量であった、丹田北部の恵平炭鉱を買収し、大峰工業所と改名して、 大峰丹田での本格的な炭鉱経営に乗り出した。そして自家発電設備、そして大峰駅までの約5キロメートルの馬車鉄道を建設するなど、炭鉱関連設備の充実を図り、さらには周辺航区を買収して経営規模の拡大を図った。野口が大峰丹田での炭鉱経営に乗り出した。最初の狙いは大峰丹田で算出される、 無塩炭を原料としてカーバイドを生産することにあった。しかし、カーバイド原料用の無塩炭は海分が8%以下でなければならなかったが、大峰丹田の無塩炭は25%から30%程度の海分があり、カーバイド原料としては不向きであった。そこで新たな販路獲得に努めなければならなくなったが、最初はなかなかうまくいかずに、 炭鉱存続が危ぶまれたこともあったという。まず解炭については、成茶用、製菓用のカロを開発し、中解炭は、石灰焼成用の販路を広げることによって売れるようになったものの、小解炭と粉炭は、当初引き取り手がないためにせっかく採掘しても、除炭をし続けるしかなく、経営の危機は続いた。オーミネームエン対抗株式会社が作成した、宣伝パンフ。 安全第一位区解雇の保温と火力に掲載された、練炭暖炉を使用中の溶酸光景。この危機器を救ったのが溶酸用の練炭という新たな需要の獲得であった。溶酸では、まず解雇の孵化までの期間、そして孵化後も適切な温度、湿度のもと管理する必要がある。そして、適温、適質の保持には、解雇の健全な発育を助けるという目的のほかに、 生産されるキートの品質管理という重要な目的があった。カイコが眉を作る時期に80%以上という高い湿度であった場合、湿気の影響で眉の糸が絡みやすくなってしまう。すると生産されるキートの量が減少するのみならず、眉のクズが多くなる、キートが切れやすくなって、創出作業が困難となる。さらには品質も低下するといった問題が生じる。 そのため、蚕が眉を作る時期には、保温よりも、湿気の除去を行って、湿度を管理することが重要な課題となる。養蚕時には、数万匹の蚕の餌として、新鮮な桑の葉が与えられるため、産出は高湿度となりがちである。一方、眉を作る時期になると、蚕は、糞、尿に加えて、生糸を吐くので、蚕はより多くの水分を放出することになり、 やはり湿度が高くなりがちになる。高湿度が、キートの品質に重大な影響を与えるわけであるから、眉を作る時期の蚕の場合、産出の湿気の除去と換気を目的として、火力を用いるようになった。つまり当時の養産では、蚕の負荷を助け、生育に適した温度、湿度を保つとともに、キートの品質保持のために火力を用いていたため、 寒冷期のみならず一年中、火力を必要とした。溶酸用の火力としては、当初、木炭や焚き銀が使用されていた。その後、レンタンが注目されるようになったが、当初は、レンタンの原料炭が粗悪であったり、産出でのレンタンの使用法が確立されていなかったことなどから、トラブルも発生していた。オーミネムエンタイコー株式会社は溶酸に火力が不可欠で、 多くの溶酸化が多量の木炭を使用していたことに着目し溶酸用の連帯開発を開始した。海分が多いために海軍用連帯、カーバイド原料としては期待に応えられなかった大峰炭電の無塩炭であったが溶酸用の連帯原料としては大きな強みがあった。溶酸用の連帯原料は他の用途よりも黄分が少なくなければならなかったが 大峰丹田の無塩炭の養分は本芸丹と並んで他の無塩炭よりも少なかった。大峰無塩対抗株式会社は養蚕用として粉炭から発寸電炭を開発して試験使用したところ成績良好の上に費用も木炭の約3分の1という結果が出た。そのためさらに主要製紙工場、養蚕関連の機関に依頼して試験を重ねた結果も やはり良好であった。そこで、オーミネム園対抗株式会社は宣伝用のパンフレットを作成して、全国の養蚕関係者に配布したり、各地で講演会を開催するなど PR に努めた結果、一気に需要が高まって、対価の分担は一掃されたのみならず一転して、供給不足に陥るほどになった。また、紹介単についても、 小海無塩炭用のストーブが開発され、小海炭素して、ストーブの販売でも利益が上がるようになった。大峰丹田北部の大峰無塩対抗株式会社は、粉炭が多い大峰丹田内では珍しく、海炭を多く産出したという特徴があったが、企業努力によって、海炭、中海炭、小海炭、粉炭それぞれについての販路開拓に成功し、 大峰丹田での炭鉱経営の基礎を作り上げた。大峰無煙炭鉱から大峰駅まで石炭を運搬したロットンの身に、蒸気機関車。大正末期から昭和初期の大峰丹田は大峰海軍最短支所いわゆる海軍炭鉱の後ろ身である山陽無塩炭鉱と野口下側の大峰無煙炭鉱の2社の定律状態となった。 1924年1月に発足した山陽無煙炭鉱は、深部の石炭採掘を中止し、路頭での露天掘りに加え、海軍時代に低質炭として捨ててきた石炭を再選別の上で市場に出荷するという経営戦略を取り、低コストを武器に市場拡大に成功する。山陽無煙炭鉱の無煙炭は、大峰炭鈿の特徴通り粉炭が多く、 露天掘りの良質粉炭は特子と名付け家庭用練炭原料として出荷した。その他の露天掘り粉炭、そして海軍時代の低質炭を再選別した粉炭は並子と名付け主に養産用大型練炭の原料として販売した。一方、産出される石炭の販路拡大に成功した大ミネム塩炭鉱は1923年には 年間1万トン以上の出炭をしていた王道炭鉱を買収し、翌1924年には先端機能の改善のために水洗機を設置し、高校から大峰駅までの約 5km の馬車鉄道ロットンの蒸気、機関車牽員による運搬にするなど積極的な事業拡大に乗り出した。なおロットンの蒸気機関車は豆汽車と呼ばれ、 狭い山間部を縫うように走行したため、しばしば山火事を起こしていたという。また線形も良くなかったため脱線も多く、単車に脱線対応の係員を乗せて、運行していたと伝えられている。山陽無縁炭鉱と大峰無縁炭鉱という二大勢力の定立は、必然的に両者の激しい競争を招くことになった。両者ともライバルの得意分野への食い込みを図った。 大峰無塩炭鉱は、粉炭が主力の山陽無塩炭鉱を対策として、昇海炭を洗浄した上で粉砕し、粉炭を生成した。この粉炭は、海分では、目的通りの品質を達成できたものの粉炭の流度が荒く、山陽無塩炭鉱の粉炭、特に特古には対抗できなかった。そこで、長尾炭鉱を買収し、産出された粉炭の中から、 長尾特子を商品化して市場に送り出し、山陽無塩炭鉱の市場を脅かした。一方、山陽無塩炭鉱側は快炭に強さを発揮する、大峰無塩炭鉱に対抗すべく、イノシシの基礎の無塩炭が快炭質であることに着目して、荒川港を再開して、大峰炭電発の機械による採炭を開始し、山陽イノシシの木械を商品化して、 大峰無塩炭鉱の海炭反路への進出を図った。また、大峰無塩炭鉱は、山陽無塩炭鉱よりも優位に立とうと、鉱区買収を積極的に行った。小田草の石炭が分布する大峰炭殿西部の4鉱区を買収し、山陽無塩炭鉱の鉱区を包囲していくことを目論んだのである。そして大峰無塩炭鉱は、大正時代末期に小田草の石炭採掘を手掛けた。 ところで、大正時代末期、第一次世界大戦終了後の不況の影響を受けて、日本各地の炭鉱が経営に苦心していたのに対し、大峰丹田の炭鉱は前日したように無煙炭の販路拡大に成功したため、経営は好調であった。山陽無煙炭鉱と大峰無煙炭鉱の競合は、価格面での値下げ競争も伴ったため、調和に入ると利益率が低下してきたものの、 それでも1929年頃までは堅調な業績を維持していた。しかしこの頃から安価活行品質の移り輸入無塩炭が市場で大量に取引されるようになり、大峰丹田の無塩炭の売れ行きは悪化してきた。同じ頃、これまで好調を維持してきた山陽無塩炭鉱と大峰無塩炭鉱業者の最短状況に変化が見えてきた。まず露頭での露天掘りに加え、 海軍時代に低質炭として捨ててきた石炭を再選別の上で市場に出荷するという経営戦略をとっていた山陽無塩炭鉱は1930年頃になると路頭部の良質な石炭と海軍時代に低質炭として捨ててきた石炭が枯渇してきたため深部の採炭に乗り出さざるを得なくなっていた一方大峰無塩炭鉱も海炭の採掘状況に 陰りが見え始めていた。無塩炭の売れ行き悪化に加えて、最短状況の変化という経営面での大きな不安材料を抱えるようになった山陽無塩炭鉱と大峰無塩炭鉱は、このまま競合を続けていけば、共倒れになりかねないとの危機感を抱くようになった。この事態に動いたのは、大峰無塩炭鉱の野口従うであった。昭和初期、野口は事業の中核を、 朝鮮半島に移していた。そういう中での大峰無縁炭鉱の経営不安は事業継続に対する意欲を失わせていった。そこで、野口は1931年6月、大峰炭鉱を山陽無縁炭鉱株式会社に売却し、山陽無縁炭鉱と大峰無縁炭鉱の競合時代は幕を閉じることになった。山陽無縁炭鉱と 大峰無縁炭鉱の並立時代、炭鉱では販売制度が設けられていた。うち、山陽無縁炭鉱の販売制度は、会社の方針で設けられていたもので、販売の親方は社員であり、交付もやはり社員ではあるが、炭鉱での労働、福利厚生は販売が担っていた。つまり販売は、会社の一種の下請けのようなものであることには、変わりはないが、一応、 雇用とロームの最終責任は会社が持った。これは会社と言いは半場で働く交付が基本的に無関係であった他の炭鉱と異なるところであった。実際には半場で働く交付に対する福利構成はかなりずさんなものではあったが、それでも他の炭鉱よりは近代的と言える組織で風通しも良かった。半場制度のメリットとしては当時は 甲府のスカウトにとって都合が良かったことが挙げられる。大峰丹田の炭鉱では、甲府は主に比較的、近い宇部丹田や蓄放丹田の炭鉱で集めていた。甲府を集めると言っても実際には引き抜きであり、また当時の甲府は荒くれ者が多く、甲府のスカウトは苦労が多かった。甲府引き抜きの際のトラブルに対処し、さらには荒くれ者の甲府に対処しながら、 人集めを行うことは、炭鉱の一般職員にとって困難であり、その結果として、うべや畜法に人脈があり、離れした半売の親方に頼ることになった。半売ごとに人集めを行っていたので、同じ大峰丹田園内の半売同士で交付集めをめぐって、トラブルとなることも少なくなかった。半売同士のトラブルも日常茶飯事で、例えば当時、娯楽が少なかった。 大峰丹田内で数少ない娯楽施設であった大峰駅前の帝国劇場は、防犯場との関わり合いが強く、他の半売の候補たちが劇場に行くことに対して嫌がらせをしたという。そして産業無縁炭鉱と大峰無縁炭鉱の並立時代は、それぞれの会社とつながりがあるヤクザ組織が、会社同士の競合と補調を合わせるかのように構想を繰り返した。 山陽無縁炭鉱と大峰無縁炭鉱の合併話もヤクザ組織の構想が障害となったというが、警察が取り締まった機会を捉えて合併を決めたとも伝えられている。山陽無縁炭鉱と大峰無縁炭鉱の平立時代末期の1930年の記録では、山陽無縁炭鉱と大峰無縁炭鉱の合計で、甲府は男634名。 女319名という記録が残っている。この頃までは、婦助士も校内で働いていたが、1933年7月以降、婦助士の校内労働は禁止された。炭鉱で働く労働者たちが住む単純には、炭鉱の規模が大きくなってきた、大正の頃から、近隣の農家が野菜、果物などを行商しに来るようになった。またやはり大正時代には、 先崎で採れた魚も売りに来たという。そして前日した大峰駅前にあった帝国劇場で上演される芝居は他に目星い娯楽がない炭鉱労働者にとって息抜きの場所であり少々遠い場所からも芝居を見にやってきた。酒を飲みながら芝居を見るうちに喧嘩となって流血の事態へと発展することもあった。1926年9月には オーミネム園炭鉱で労働葬儀が発生した。新聞報道によれば、葬儀は日本労働総同盟が関与したとみなされており、当初、オーミネム園炭鉱の交付約350名のうち、約半数が参加したという。2割5分の賃上げ、9時間労働を8時間に短縮、そして炭鉱住宅の改築内し修繕を行うと8項目の要求を掲げた。 葬儀は、交付の約3分の2が参加するまで拡大したものの、会社側は1割の賃上げ、8時間半までの時短という回答を出し、それ以上の要求は認めず、ロックアウト、全交付の一斉解雇も辞さずとの強行姿勢で臨んだという。結局葬儀は大きな混乱を見ることはなく、会社側が提示した条件を、交付側が受け入れたことによって解決した。なお、 山陽無縁炭鉱と大峰無縁炭鉱の並立時代、両炭鉱に属さない中小炭鉱としては、大峰丹田北部の萩切美福無縁、荒川地区の榎木山、湯の木、長尾、荒川、南部の滝口、第三荒川などの炭鉱が稼働していた。経営難に苦しんだ山陽無縁炭鉱は、相川義介率いる日産コンチェルン産加に入った。 1931年6月、山陽無炎炭鉱は、大峰無炎炭鉱を合併した。その結果として、両炭鉱間の競争はなくなったものの、採掘条件の悪化と移り輸入無炭炭の増加という炭鉱経営の悪材料はそのままであった。採掘が容易な部分の最短から、深部の石炭採掘へと転換していかねばならなく、なったため、高校の集約や、 機械最短など経営の合理化に努めたものの設備投資に充てる資金不足はいかんともしがたかった大峰単連内の各炭鉱の経営状況は1934年から1935年頃が最悪で山陽無縁炭鉱では1934年下期からはボーナスの支給がストップし給与も金銭ではなく会社の借用証書を渡されるといった事態が しばしば発生した。この苦境は1936年4月に山陽無煙炭鉱が日産コンチェルン産加に入るまで続いた。山陽無煙炭鉱は厳しい経営難に立たされたものの、調査の結果、深部の石炭採掘を行っていけば将来性があることが分かった。そこで深部開発に取り組めるような売却先を探していくことになった。 まずは、三井系と三菱系が候補となり、会社内で論議の結果、まずは、三菱系に打診してみることになった。打診を受けた、三菱側は、山陽無縁単行に綿密な調査を行った結果、買収を断った。身売り先が見つからないまま会社の経営は、ますます苦しくなっていく。そのような中、日産コンツェルの相川義介とつながりができた。結局、 相川の日産コンツェルンが、山陽無縁炭鉱を引き受けることになった。日産コンツェルン参加に入った山陽無縁炭鉱は、夕の木、荒川、第二荒川の三炭鉱を買収した。長友縁炭鉱から海軍省の炭鉱経営を経て、山陽無縁炭鉱となった後、野口下川が,が創業式部を拡大した、大峰無縁炭鉱を合併し、 さらに三炭鉱を買収したことによって、三用無塩炭鉱は、大峰炭電全体の4分の3を超えるコークを占めるようになり、炭電内で圧倒的な経営規模となった。日産コンチェルン参加に入った頃から、大峰炭電をめぐる情勢は好転してきた。まずは、連炭市場で再び、大峰炭電の無塩炭が売れ出すようになった。昭和に入る頃から家庭用燃料として、 木炭に代わって良質かつ安価な燃料である練炭の需要が増大し、主要都市では練炭工場が次々と建てられた。当時の練炭の原料は、主としてフランス領インドシナの本芸炭とピョンヤムエン無塩炭であったが、旺盛な練炭需要のおかげで、大峰丹田の無塩炭の販売も回復してきたのである。また、戦時体制が強化される中で、 石炭の増産が求められるようになった。その結果、売れ行き不振で溜まっていた貯炭もなくなっていき、また新たに炭鉱経営を開始する中小炭鉱も現れるようになった。1940年5月から掘削が開始されたミネ社工の高校。前述のように山陽無縁炭鉱が日産コンチェルン産化に入った頃からどん底状態であった。 大峰丹田をめぐる環境が好転し始めた。そのような中で、山陽無煙炭鉱は、抜本的な経営体制の刷新を断行していく。生産面では、深部採掘を行うための大規模な設備投資を行った。1937年、戦時体制強化の中で、石炭増産を要請された山陽無煙炭鉱は、深部開発によって、 年産100万トンの無塩炭を採掘する計画を立てた。そこで地中深く埋蔵されている石炭を採掘するために採掘された石炭の搬出や工員の輸送、そして採掘に必要な物資の搬送用の幹線となる車庫を新たに設けることが決定した。この幹線車庫の高校をどこにするか、それは後述する。 炭鉱労働者たちの待遇改善策の一環として行われた近代的な炭鉱住宅をどこに建設するかという問題とリンクして検討が進められた。結局、麦川に、峰社港、豊田前村三木に、豊浦社港の高校を設け、両社港の最下部にあたる海抜マイナス85メートルの地点に、双方をつなぐ水平行動である。 中央高度を設ける計画が決定された。1939年5月に、豊浦社交。1940年5月に、峰社交の掘削が開始され、両社交の完成後は、中央高度の掘削が急ピッチで進められた。工事は4交代制で1日中休みなく続けられ、固い地盤や流水に悩まされたものの、1942年4月9日、 全長3648メートルの中央行道が開通する。そして1942年中に深部に埋蔵された石炭を採掘するために中央行道をベースとして第1車高、第2車高の掘削が開始された。豊浦社宅建設予定地の造成工事、ブルドーザーなどの重機がまだない時代であり、人力で造成工事が行われた。増産のための設備投資と、 並行して、産業無縁炭鉱は、就労環境の改善、近代化を推し進める。1938年には、販売制度の解体を断行し、炭鉱労働者は、明日ともに会社が直接雇用するようになった。販売制度を廃止した以上、炭鉱労働者のスカウトは、会社自身が行わねばならなくなる。前述のように、産業無縁炭鉱は、 年間100万トン計画に基づく、新部採炭を行うための大規模な設備投資を開始しており、炭鉱労働者の大幅増員が必要であった。求人のやり方は、当時炭鉱太郎と呼ばれていた各地の炭鉱を渡り歩いているような人物は避け、農産村出身の堅実な人物を長期間雇用していく方針となった。つまり貧しくとも素朴かつ実直で健康な、 農産村出身者を積極的に採用していったのである。求人担当は九州一円から東は新潟県、山梨県付近、そして朝鮮半島まで足を伸ばした。また各地で炭鉱生活を PR する16ミリ映画を上映したり炭鉱見学に訪れた地方自治体の担当者や職業安定所の人たちを案内、接待するなどして 人員集めに奔走した。1939年、中堅技能者養成を目的とした技能者養成所が開設された。技能者養成所は、数学、英語、測量、電気などの学科講習と現場実習をカリキュラムとしており、養成期間は3年間で17歳で正規職員として採用された。また実習生の中から選抜されたものは、脳が足にあった。 鉱山学校で修学することができた。しかし、戦時体制の強化の中、生徒の多くが軍隊を志願するようになり、実際に修了できたものは半数以下であったという。1939年、建設中の白岩社宅。そして、炭鉱労働者たちの待遇改善の基本となったのが、これまでのものよりも設備が整った炭鉱住宅の新設であった。 炭鉱住宅は、峰社交側は、麦川の白岩地区、豊浦社交側は、豊田前の麻生地区に建設されることになった。この対抗住宅は、福岡県の日本炭鉱株式会社が経営していた、ひすみ高松炭鉱の炭鉱住宅をモデルとして、1階6畳、2階6畳の2階建てとした。これは、年100万トンの生産目標換水のために夜勤が、 ある三交代勤務を採用したため、夜勤者が昼間に睡眠を取りやすいように2階建てとしたので、あった。当時、特に重要な要件でもない限り、昼間に夜勤者の家を訪れない習慣となっていた。トヨタ前の炭鉱住宅は1937年から造成工事が始められた。当時はまだブルドーザーなどの重機はなかったため、人力で広大な敷地の整地を行ったという。 完成した住宅には前日の各地の農産村からスカウトしてきた新人公員、そして職員たちが続々と入居していった。全国各地からやってきた新人公員は、最初はそれぞれのお国なまりで話していたため、炭鉱住宅では様々な方言が飛び交っていたという。炭鉱住宅の家賃、燃料用の石炭、焚き木、水道、浴場はべて無料とされ、 電気代のみ支払いがあった。なお水道、トイレ、浴場は共同で、消毒などの衛生管理は、会社が専従の職員を置いていたため、トイレ、排水口などはいつも清潔であったという。こうして真新しい社宅に入居していった、新人公員、職員たちの日常の挨拶は、ご安全にとなった。これは、危険を伴う、 炭鉱労働の安全対策の一環として始められた習慣で朝のおはようございます。昼のこんにちは。夜のこんばんはではなく、校内でも校外でも挨拶はご安全にに統一された。校員や家族たちの健康をサポートする病院の建設も行われた。これまでは麦川にあった診療所が医療を担っていたが、1 9 3九年にミネ病院。 1941年には、豊浦病院が開院し、充実した設備、スタッフの下で、公院、公院の家族のみならず、一般住民の診療も受け入れ、地域医療の中核となった。1939年11月に、愛媛県大三島の大山住神社から御神体を、勘定して混流された豊浦山の神社。1939年11月、 愛媛県の大三島にある大山積神社からご神体を勘定して、豊浦山の神社が建立された。なお、山陽無縁炭鉱では、麦川の白岩地区にも山の神社があった。多くの炭鉱では安全基盤のため、山の神社の祭礼は重要な年中行事となっていたが、山陽無縁炭鉱でも重要な行事の一つとして位置づけられるようになった。 祭礼ではまず神事の後、有料従業員、永年金属者らの表彰などが行われ、それから、御腰が社宅を練り歩いた。山陽無縁炭鉱の山の神社では、大人用の本神与と共に、子供用の御腰が作られた。子供用の御腰はほぼ一本の通りごとに一つ、約二十体作られ、山の神社の祭礼時には書く、子供御腰が競うように練り歩いたという。 市街地から離れた山間部に位置する大峰丹田は町にある娯楽を利用するのが困難という事情もあって特に戦後になって山陽無縁炭鉱は地域での文化、娯楽の充実に熱心に取り組んでいく。山陽無縁炭鉱では早くも1943年白岩で男性のみの楽団である灰が結成された。山陽無縁炭鉱の行員による楽団、劇団は戦後 炭鉱内の海ならず地域などで広く活躍していくことになる。大規模な社宅の建設によって、社宅が建設された麦川や豊田前も発展し始めた。特に大規模な社宅の建築が進められた豊田前では、1939年頃から社宅に住み出した炭鉱労働者相手の商店が立ち始めた。この頃はまだ昼間のみの営業で、通いで商売をしていた。 1942年頃になると大規模な社宅建設工事の工事関係者がやってきて住民も増えてきたためこれまで通いで商売をしていた人たちもトヨタ前に定住するようになりトヨタ前の商店街は活気を見せ始めたしかし戦争の激化によって多くの炭鉱労働者が戦争に行ってしまったためせっかく発展し始めた麦川やトヨタ前の街も停滞を余儀なくされる 麦川や豊田前が本格的に発展するのは戦後になってからである。日産コンツェルン参加に入ってからの山陽無縁炭鉱は単に石炭を掘って経営者が利益を得るばかりではなく、勤務形態を考慮した炭鉱住宅の新築など炭鉱労働者の待遇改善を行うとともに地域とのつながりを重視し、地域との共存共栄を目指す姿勢を打ち出していった。 このような企業の姿勢は地域住民に受け入れられ、大峰丹田の地域では日産の名が長く親しまれるようになった。戦前の江ノ木山炭鉱の先端所。1940年、大峰丹田は山陽無縁炭鉱を筆頭に16の炭鉱があった。同年度、山陽無縁炭鉱は約41万トン、丹田全体では約50万トンの産出量を記録し、 戦前の最高を記録する。中でも荒川地区の江木山炭鉱は工区を拡張して着実な発展を見せていた。1920年、荒川地区の江木山炭鉱などからの石炭輸送用として馬車鉄道が建設されていた。この馬車鉄道は、江木山炭鉱などの中小炭鉱や山陽無縁炭鉱の荒川港から産出された石炭を 大峰駅まで運んでいたが、山陽無縁炭鉱が、日産コンチェルン産化に入った後、エンドレス運搬設備に変更された。そして1942年には、山陽無縁炭鉱から一部工区とともに、榎ノ木山炭鉱に譲渡され、引き続き、大峰駅までの石炭運搬に使用された。しかし1940年を頂点として、大峰炭田での炭鉱経営は、 次第に混乱となっていく。まず最初に問題となったのが労働力不足であった。戦時体制が強まっていく中で炭鉱労働者の多くが出生するようになったため、1939年頃から人手不足が大きな問題となった。そこでこの頃から山陽無縁炭鉱では農管機の出稼ぎや経営難に陥った工場から短期労働者を雇い入れるようになった。 短期労働者は、期限がある中でお金を稼ぐことが目的であったため、休みを取ることもなく真面目に働いたという。同じ頃、国は、全国各地の壁地の農産村の町村長に対し、勤労報告隊として、炭鉱で働く人材を出すように奨励した。短期労働者は、勤労報告隊と呼ばれるようになり、山陽無縁炭鉱にも島根県、徳島県、新潟県、 三重県など全国各地の農産村から勤労報告隊がやってくるようになった。短期労働者は真面目に働く人たちであったため、会社側も歓迎し、正月には紅白の祝い餅や折り詰めを支給したり、勤労報告隊の故郷で映画の上映会を開催するなど交流した。やがて短期労働者の存在は山陽無縁炭鉱に定着していった。例えば、新潟など、 北陸方面から来る短期労働者は山口県の山間部で冬季に雪が多くスキーができる場所があることに目をつけて山陽無縁炭鉱のスキーを楽しむ会を結成したという。また1939年からは山陽無縁炭鉱の人手不足解消策の一環として朝鮮人を雇い入れることにした。当時炭鉱の人手不足は全国的な問題であったため 朝鮮総督府に炭鉱労働者の募集願いを提出すると総督府より募集地域の割り当てがされる仕組みとなっていた。山陽無縁炭鉱は中世南道が割り当てられ道庁の協力を受けつつ鉱山労働者の募集を行った。1941年には多くの炭鉱労働者が戦争に駆り出されて人手不足が深刻化し、 朝鮮人労働者への依存度が高くなっていき、炭鉱労働者の3分の1が朝鮮人で占められるようになった。戦争が過熱さを加えていくようになると、ますます大勢の炭鉱労働者が兵隊に取られ、炭鉱の労働者不足は深刻さを増していった。1942年11月、麦川の白岩社宅の一角にあった独身者用の 白井は新羅寮を回収して、捕虜収容所とし、ビルマ戦線で捕虜となったオーストラリア兵を含む、イギリス兵184名を収容し、短期間の訓練期間の後に、山陽無縁炭鉱での最短作業に従事させた。1943年8月には、今度は、フィリピン戦線で捕虜となったアメリカ兵288名が、収容され、炭鉱労働に従事させた。 人員の問題とともにネックとなったのが大峰丹田で産出される石炭が無塩炭ということであった。無塩炭の生産量は有塩炭よりもはるかに少なく炭交換の協調も見られなかった。しかも主な用途が家庭用の練炭、豆炭であり工業用としての需要は少量であった。家庭用の需要が主であるということは戦時体制が強化されていく中ではどうしても 重要性が薄い資源であると判断されがちであった。これらの理由から無塩炭は、戦時体制下での資材の入手、販売の統制などで、有塩炭よりも不利益を被る場面が多かった。このような情勢を打破すべく、1940年、山口県内の無塩炭交換の結束を固めることを目的として、山口無塩炭鉱協会が設立された。 そして戦争が激化していく中で、物資不足が顕著になると炭鉱への資材供給が滞るようになってきた。山陽無塩炭鉱の無塩炭の一部は1937年以降、小野田の火力発電所の発電用に利用されていたため、そのことを根拠にして、ようやく資材の提供を受けたという。しかし無塩炭の用途がほぼ家庭用の連炭に限られていたため、 戦争遂行上の重要性が薄いと判断され、結局、重点産業から外されて、資材供給が制限されてしまった。このような状況では、生産量は著しく低下し、1945年の大峰丹田の出荷は約17万トンにまで落ち込んだ。なお、戦争の終盤には、中央行動の一部を拡張して、軍事工場を建設する計画が持ち上がった。 この地下軍需工場建設計画は、実際に中央行動の拡張に取り掛かったものの、拡張工事中に終戦となって、工場建設には至らなかった。また、荒川港は、爆薬貯蔵庫として活用されることになり、爆薬が搬入された。白井社宅の一角にあった独身車用の神話寮。この寮を改装して、大峰捕虜収容所とした。大峰丹田では、 海軍連単製造所最短部時代の1908年、炭鉱経営を受け負っていた内田かなえが土地の埋め立て工事に朝鮮人を雇用したとの記録が残っている。1939年から朝鮮人の雇用を本格化させた山陽無縁炭鉱は専用の寮を建て、朝鮮人は寮に住みながら炭鉱労働に従事した。最初の頃は朝鮮人たちはよく働いたため、 二年目からは家族の呼び寄せを認め、家族がある朝鮮人は社宅住まいとなった。単行労働者の中で朝鮮人の占める割合が高くなってくると、立ちの悪い人物も現れるようになった。そして内地にも慣れ、人数が増えたことによって朝鮮人団体の力が強くなった結果、日本人との間にいざ口座が頻発した。寮や社宅、校内の管理者は、 朝鮮人の対応に苦慮するようになった。1943年8月15日には、桃の木朝鮮人事件という、朝鮮人と日本人との衝突が発生した。事件の発端は、食堂での日本人と朝鮮人との些細な喧嘩であった。しかし喧嘩の当事者である朝鮮人に5、6名の朝鮮人が加勢してきたため、当事者である日本人は、出馬包丁で応戦したものの、 どんどん増えてくる、朝鮮人たちに、集団リンチにかけられた。事件を聞いた、会社側は、説得に赴むいたものの、朝鮮人の集団に袋叩きにされてしまった。やがて、日本人側も人が集まってきて、ついに、朝鮮人と日本人との間で棒、竹あり、石を投げ合う本格的な衝突へと発展し、双方に負傷者が出る騒ぎになった。結局、いさ、 西市の警察が鎮圧に乗り出し衝突は収まった。このようなトラブルは当時日本各地の鉱山、炭鉱で発生していた。事件を調査する検察庁は代用に苦慮し、山陽無縁炭鉱の責任者も3ヶ月間未決集として収監されたという。また事件後、山陽無縁炭鉱は朝鮮人の労務管理方針の改善に乗り出した。朝鮮人を採用する際には、 受け入れ予定の寮と校内の責任者が、朝鮮の現地まで出迎えに行き、寮に入った後1ヶ月間を、研修期間に当て、寮と校内の責任者も寮に泊まり込んで研修を行うようにした。このような対策がこうそうしたためか、桃の木朝鮮人事件以降、終戦まで、朝鮮人と日本人との衝突事件は発生せず、終戦後の朝鮮半島期間も、 大きなトラブルは発生せずにスムーズに行われた。大峰捕虜収容所は現役の陸軍士官が、所長、副官は、下士官が務めた。山口市の西部第四部隊から月替わりで2分隊が派遣され、収容所内の警備を担当した。収容所から仕事場である高校までは、軍属として、傷病等で退役した、退役軍人が引率した。 石炭の最短目標は日本人、朝鮮人交夫の約8割とされていて、校内では熟練した日本人の交付が石炭の切り崩しなどを行い、捕虜たちは切り崩された石炭をかき出して炭車に積み込む作業、あとは香木の搬入など校内の補助作業を行った。捕虜たちの主食は約6 0 0グラムと兵隊や炭鉱労働者と同様の基準であった。 捕虜収容所は食事は提供せず、食材を提供して、捕虜たちが調理していた。当初は、捕虜の炊事責任者が立てた、献立表通りの食材が用意できたが、戦況の悪化につれて、物資不足が深刻となり、思うように食材が集まらないようになった。しかし、イギリス兵捕虜は特に不平を漏らすことはなく、礼儀正しく問題は起きなかったという。しかし、 アメリカ兵がやってくると、中には、質の悪い捕虜もいて、戦況の悪化につれて、捕虜の扱い方が荒くなってきたこともあって、アメリカ兵捕虜との間ではトラブルが発生するようになった。この捕虜収容所内でのアメリカ兵捕虜のトラブルは、戦後、収容所関係者が先犯に問われることにつながった。なお、大峰捕虜収容所では病気などで31名の捕虜が亡くなったという。 1942年3月、戦時体制の強化を目的とした企業整備の一環として、沖の山炭鉱、上窒素、上セメイト、上鉄鉱所の4社が統合して、上鉱山が設立された。戦時体制の中、石炭の鉱区の統合も進められており、新生宇部鉱山には東三発、本山などといった宇部炭田内の炭鉱の合併話が進められていた。 宇部丹田内の炭鉱が、宇部鉱山に合併される話が進められる中で、宇部鉱山の田原田名社長は、東見発、本山といった炭鉱を合併するのならば、大峰丹田最大の炭鉱である、山陽無縁炭鉱もぜひ合併したいと当局に要請した。田原田の要請を受け、山口県出身で当時国務大臣を務めていた、岸信介が奔走したと伝えられており、 結局1944年5月、山陽無縁炭鉱は日産コンチェルン産加から宇部鉱産株式会社に統合されることになった。戦況が悪化する中で労働力不足都市材の供給が制限されたため、1945年の山陽無縁炭鉱の生産量は約10万トン、大峰丹田全体でも17万トンにまで落ち込んだ。終戦後、朝鮮人労働者の帰国、 連合軍捕虜の引き上げに加え、日本人炭鉱労働者たちの一部も炭鉱に見切りをつけて離職していった。そして炭鉱に残った労働者たちも、戦時中に荒れてしまった炭鉱を前に就労意欲が低下していた。1945年後半、大峰炭田はまさにどん底を状態であった。石炭生産の回復が戦後復興の鍵となることを認識した政府は、 戦後間もなくから石炭増産政策を打ち出していく。しかし無塩炭の生産回復は思うように進まなかった。理由は無塩炭最大の需要先である連炭生産の落ち込みが続いていたことにあった。戦、前期、昭和に入って連炭が急速に普及していく中で生産量も増大し、1940年には戦前の最高値である186万トンを 記録した。しかし、翌1941年からは、戦時体制の強化の一環として、練炭工場の整理統合が進められ、戦況の悪化の中で原料である無煙炭がなかなか手に入らなくなり、しかも空襲で工場が破壊されるなどの影響を受け、1945年には24万トンにまで落ち込んだ。戦後も、大峰丹田の無煙炭は、主として、 レンタンの原料用に消費され、産出量の9割近くがレンタン工業向けに出荷されていた。戦後しばらくの間、レンタン製造業は不振が続き、無塩炭は供給過剰の状態が続いた。無塩炭の供給過剰状態に追い打ちをかけたのが、1949年6月の無塩炭の統制除外であった。 戦後の石炭増産政策は、有塩炭がメインであり、無塩炭は不利な立場に立たされることが多かったが、統制除外も有塩炭に先立って断行された。統制除外によって、これまでの保護されていた環境からの自立を迫られることになった無塩炭業界は、無塩炭が売れ行き不振であったことも重なって、人員整理、賃下げなどの経済検索の実施に迫られた。 特に中小炭鉱は影響が大きく、大峰炭鉱でも賃下げのほかに、大民炭鉱、美保炭鉱、榎木山炭鉱、滝口炭鉱、美福炭鉱、萩霊炭鉱では人員整理が行われた。人員整理や賃下げは炭鉱労働者の生活を直撃するものであり、大民炭鉱や榎木山炭鉱などでは労働葬儀が勃発した。 しかし1951年には本芸炭の輸入が再開され、また国内産の無煙炭の品位向上もあって、良質かつ低価格の炭炭が市場に流通するようになった。戦後、特に朝鮮戦争後は人々の生活水準が向上してきていた。そのような中で良質安価な炭炭は家庭燃料として歓迎され、需要も拡大し、炭炭生産は 低迷期を脱して増大していく。その結果、無塩炭業界は1951年以降、有塩炭が不況に陥った時も好調を維持し、大峰丹田の無塩炭生産量も拡大していくことになった。1945年8月16日、終戦の翌日から連合軍の飛行機がやってきて、捕虜収容所に収容されていた捕虜たちのために、 衣類や食料を詰めたドラム缶を投下し始めた。投下されたドラム缶の一つが白岩社宅の屋根を突き破り、死傷者が出る騒ぎも起きた。また戦後間もなくの物資不足の中であり、日本人も投下された物資に群がるようになったため、これまで捕虜のことを監視していた警備兵が今度は日本人を監視するようになったという。終戦後、捕虜の身から、 自由な立場となったため、米英兵らは投下された軍服に着替えて麦川の街中あたりまで出歩くようになった。自由に外出するようになった後、特に問題を起こすことはなかったというが、周囲の人々は貴重品を山に埋めたり娘を隠したりするなど、大騒ぎとなった。山口県の当局も元捕虜の米英兵に対する待遇に気を使った。毎日牛一頭を供給したのである。 米英兵たちは毎日牛一頭は消費しきれず、日本人の関係者にも牛肉が回ってきたという。結局、9月20日に大峰駅から臨時列車に乗って、米英兵たちは帰国していった。帰国に先立って、山陽無縁炭鉱側から、労務管理の不備や行き過ぎもあったと思うが、戦時中のことでもあるので水に流してくれと要請し、米英兵たちは要請を受け入れ、 帰国を前に仲直りを果たした形となった。ところが、1946年夏頃から、戦般の告発が開始された。軍人であった、捕虜収容所の歴代所長4名、副官、収容所から炭鉱までの送迎を担当していた、軍属2名、そして校内で、捕虜たちを指揮監督していた山陽無縁炭鉱の職員8名が、起訴された。 取り調べの過程で死亡した31名の捕虜についての診断書の提出を厳しく要求されたが、終戦時、焼却処分にしたのではないかと答え、結局諦めたという。判決は、初代所長の百合たかと二代目の所長であった福原勲が、大峰捕虜収容所から転任した、大牟田の捕虜収容所での捕虜に対する処遇の責任を問われ、 PC 級戦犯裁判で公式刑の判決を受け、菅もプリズンで処刑された。なお、ユリは、菅もで最初に処刑された人物であった。その他の戦犯容疑者もすべて有罪とされ、それぞれ懲役8年から25年の刑を言い渡され、菅もプリズンに収監された。結局戦犯者は満期まで収監されることはなく、7年ほどで釈放された。 山陽無縁炭鉱では明治の海軍炭鉱時代に建設された先端工場を設備を増強しながら使い続けており5階建ての先端工場は山陽無縁炭鉱の名物の一つとなっていた1947年9月新たな先端工場が建設されたことによって海軍炭鉱時代からの先端工場は廃止となりやがて解体された1949年4月 中堅公員を養成するため、戦前の技能者養成所を引き継ぐ形で、歩道制教育が開始された。中学校卒業後、山陽無縁炭鉱に入社した、公員を歩道制として、満18歳までの間に炭鉱で働いていくために必要な学科の教育、そして、校内作業の実習が行われた。練炭需要の拡大に伴い、1953年以降、 山陽無煙炭鉱では、深部開発のために、設備の増強と機械化による合理化を本格化させる。深部からの採掘を行うために、新たな車高の改作、最新鋭の水先端機の導入、校内で採掘された石炭を運搬する設備の増強と合理化、校内の換気のために新たに扇風機を設けるなど、やつぎばやに設備を増強し、 石炭の増産体制を整えていった。その結果、1950年には約28万トンの生産量となって、終戦前後の混乱期以前の水準まで回復し、1955年度には年産44万トンと戦前の記録を塗り替えた。そして1956年からは月産7万トン計画がスタートすることになる。 大峰丹田は幸いなことに戦災を受けることはなかったものの、終戦後、朝鮮人労働者たちの引き上げ、連合軍捕虜の帰国、勤労報告隊の帰郷に加え、炭鉱の将来に見切りをつけた人たちの離職が相次ぎ、社宅は文字通り換算としてしまった。そこで炭鉱の再建はまず人集めからと、山陽無縁炭鉱の労務担当者は全国をめぐって、求人に奔走した。 1946年に入ると、国の炭鉱振興政策に伴い、戦災を受けた人々や、引上げ者が退去して給職するようになった。以後、他の産業の公共に対して、炭鉱の社用化が明らかになり、若年層を中心とした離職者が増加するようになった1962年頃までは、1953年から1954年頃にかけて、 山口県内に求人をかけたことがある以外は、求職者が多数で選考が大変な状況が続いた。活気が戻ってきた山陽無煙炭鉱では、白岩と豊浦の社宅の増設が急ピッチで進められた。特に、豊浦社宅は、約80万平方メートルの土地に、約5600人が暮らすようになるまで発展した。そして1951年以降の練炭需要の、 回復に伴い、産坦量が増加して給与も上昇していき、公員たちの生活にも余裕が生まれるようになった。社宅の建設に伴って、福利厚生施設も充実していった。まず戦前に設けられた豊浦病院、ミネ病院は診療科の拡大と設備の充実が進められた。豊浦高校近くには仕事を終えた、公員が入浴できるように浴場が設けられ、また、 豊浦地区に3つ、白岩地区に1つ、公園と家族用の浴場が設けられていずれも無料で入浴できた。1950年には仙人収容の豊浦会館と白岩集会場が建設され、映画、演劇、当時の一流歌手などを招いての歌謡ショーなどが催された。映画は山陽無縁単行の従業員とその家族ばかりでは、 なく、地域の人たちにも安い価格で提供され、かなり遠方からも観客を集めていたという。スポーツ関連施設も、豊浦グラウンド、白岩グラウンド、テニスコート、バレーコート、卓球場、武道館、プールなどが建設された。中でもプールは、山口県下野田の地区に先駆けて建設され、住民たちによる共同清掃作業が行われていた。 社宅に住む人々に生活必需品を販売する配給所は豊浦に2店舗、白岩に1店舗設けられ、その他、保育園、独身寮なども整備された。海から離れた場所にある山陽無縁炭鉱では戦後、夏に海へ家族連れで行くイベントが恒例となった。戦後間もなくの時期はトラックを仕立てて海への追日旅行を行ったという。 後にはバスを30代から50代に分乗して海へ向かうようになった。この海への1日旅行は特に子供たちにとっては大きな楽しみであった。また、江の木山炭鉱では社員と家族で春は花見と温泉、夏は海水浴に行くことが恒例であった。5月の運動会、9月の素人園芸大会も大きなイベントであった。 素人演芸大会は1928年頃に始まったとされ、戦前は正月とお盆に行われ、多くの参加者を集めて盛況であったが、戦時体制が強化される中、1941年頃に中断する。戦後間もなく素人演芸大会は復活し、組合が主催して出演者は約100名、見物客は800から1000人に達したと伝えられている。 炭鉱労働者たちは全国各地から山陽無縁炭鉱にやってきていたため、それぞれの郷土の出し物が演じられたり、出演者それぞれの芸が披露されたりしてついた地中、賑わった。また、運動会では様々な種目の他に、町内大公の仮想大会、そして華やかかつ趣向を凝らした応援合戦が名物であったという、生活に余裕が生まれてくるにつれて、 文化活動やスポーツが活発になっていく。前述のように、山陽無縁炭鉱では1943年、白岩で男性のみの楽団であるハエが結成されていた。戦後、ハエは個人持ちであった弦楽器はに加えて、会社から管楽器の援助を受け、楽団らしい体制が整えられた。ハエは社内のみならず周辺の中小炭鉱でのイベントでも活躍し、 1955年頃まで活動したという。また1948年春には男女のメンバーからなる山陽楽団という落劇団が結成された。山陽楽団はかつて海軍の軍楽隊に所属していた人物もメンバーに加入しており、かなり本格的な演奏ができた。山陽無縁炭鉱としては当時食糧難が続いていたため、周辺の農村に 山陽楽団を派遣して演奏活動を行い、食料融通に役立てようとの目論みがあった。山陽楽団は1952年頃まで、近隣の農村で春と秋に流行歌や寸劇をプログラムとした演奏活動を行った。娯楽がまだ少なかった時代、演奏活動は歓迎され、常に多数の観客を集めたという。戦後、 山陽無縁炭鉱では音楽関連の他に、俳句同好会などが活動を始めた。またスポーツ活動では、戦後間もなく陸上競技部が結成され、その後水泳部、軟式定球部、軟式野球部、ラグビー部などが創設され、対外試合などで活躍するようになった。山間部のミネではもともと釣りが盛んであり、 戦後の山陽無縁炭鉱でも釣りの同好会が釣り大会の開催やバスを仕立てて海釣りを行うなど盛んに活動した。前述のように北陸方面からの季節労働者たちが山が深くて雪が多い環境を生かしてスキーを楽しむ会を結成した。そして社宅で暮らす子供たちの健全育成を目的として1949年6月に ボーイスカウトが結成されたが、一時期活動が中断してしまった。しかし、社宅の青少年たちの不良化防止が大きな課題となってきたため、1954年11月に再発足した。また、山陽無縁炭鉱では主婦たちによる主婦会、子供会の活動もまた活発であった。主婦会では、社宅の子供たちの非行防止運動を、 良質な品物を安い価格で購入する生活を守る運動、そしてバレーボールを中心としたスポーツを通じて、健康増進、会員同士の親睦を図るなどの活動を行い、大きな成果を上げた。子ども会は、山陽無縁炭鉱関連で約60結成され、山口県下有数の規模となり、子どもの日やクリスマスなどにはイベントを開催した。山陽無縁炭鉱は、 同じ山口県内の宇部丹田の炭鉱よりも、スポーツや文化活動などが活発であった。これはまず会社が健全な文化、スポーツ活動を支援、奨励した点が挙げられる。良質な労働力確保のため、福利厚生施設の充実とともに、各種慰安事業、そして文化サークルやスポーツ活動に支援を行ったのである。特に盛んなスポーツ活動はスポーツを趣味とする。 若い労働者が山陽無縁炭鉱に就職するきっかけにもなり、会社の事業発展にプラスとなった。また、市街地に隣接していた宇部丹田の炭鉱では、近隣で各種の娯楽が充足できたのに対し、山深く、しかも大勢の従業員や家族を抱えることになった山陽無縁炭鉱では、スポーツや文化活動の充実が大きな役割を果たすことになった。 そして前述のように映画上映を地域開放したり、山陽楽団が近隣の農村で演奏活動を行って好評を博するなど、山陽無縁炭鉱自体が地域の文化センターのような役割を果たしていた。戦後、大峰丹田の各炭鉱では次々と労働組合が結成されていった。山陽無縁炭鉱ではまず1946年1月19日に、 会社の職員による採用無援現場組合が結成された。2月11日には職員、公員合同の採用無援労働組合となるものの、4月には職員組合は分離して採用無援職員労働組合となった。その後産業無援単行では職員と公員の組合は最後まで並立した。前述のように戦後間もなくの無援単不振時期、賃下げの他に、 大民炭鉱、美保炭鉱、江木山炭鉱、滝口炭鉱、美福炭鉱、萩霊炭鉱の諸炭鉱では人員整理が行われた。経営側の賃下げ、人員整理に対抗して大民炭鉱、江木山炭鉱では労働葬儀が起きた。そして賃金問題をめぐっては1948年からしばしばストライキが行われた。 1952年10月から12月にかけて、日本炭鉱労働組合の63日間のストに、山陽無縁炭鉱の職員、工員の組合は揃って参加した。スト期間中は、収入の道が断たれるため、山陽無炭鉱の学劇団のメンバーたちは、山口県内を巡業して生活費を稼ごうと考えた。彼らは、ニューホープと名付けた新学劇団を結成し、 山口県内の各地を回り、歌、踊り、劇、漫談を上演した。しかし出費がかさんだため結局赤字となって、スト期間の収入を得るという目論みは失敗に終わった。山陽無縁炭鉱の公認組合は、1956年3月に日本炭鉱労働組合の大手13社の統一闘争に参加して、ストを行った。 これに対して会社側はバリケードを築き、ロックアウトを行うという強行手段に出た。会社側との対決が激化する中で、かねてから日本炭鉱労働組合の体制に対してくすぶっていた不満が爆発し、ストを解除して日本炭鉱労働組合から脱退する。そして1957年4月、産業無縁労働組合は全国石炭工業労働組合に加盟する。 富士川地層の石炭を採掘するために開け工した、江ノ木山炭鉱富士南高校。1942年に山陽無縁炭鉱から一部鉱区とエンドレス運搬設備の譲渡を受けた江ノ木山炭鉱は、戦後一時期不調であったが、富士川地層の石炭を採掘するために1949年3月に開け工した富士南が校長で、 また1951年以降の連単需要の回復によって好調な炭鉱経営を行うようになった。また、江ノ木山炭鉱の代表者である塩村奈美夫は大峰丹田の中小炭鉱のリーダー格として活躍し、山口無塩炭協会の発足に携わった。山口無塩炭協会は国鉄に無塩炭の運賃の引き下げを働きかけ、 また無塩炭の輸入制限を陳情し、共に運賃引き下げ、輸入制限を勝ち取った。また1947年には、かつて山陽無塩炭鉱とライバル関係にあった大峰無塩炭鉱があり、1932年以降、創業されていなかった山陽無塩炭鉱の鉱区に、祖工権が設定され、大民無塩炭鉱組合が大民炭鉱を開けこうし、 採掘を再開した。その他、大峰丹田の南部では、滝口炭鉱美保炭鉱西部では、長戸無縁炭鉱北部では、萩ぎれ鉱港、峰仙の奥駅近くでは、神田炭鉱美福炭鉱などが採掘を行っていた。神田炭鉱は、吉武慶一が代表者を務め、福利厚生や給与面で他の炭鉱よりも充実していると評価されていた。 その他にも、大峰丹田の各所で、多くの炭鉱が創業を開始したものの、長続きはしなかった。戦後、炭鉱の活気が戻り、炭鉱労働者とその家族のが住む白岩と豊浦の、社宅が増築されていく中で、戦後間もなくは閑散としていた麦川と豊田前の、町は発展していく。麦川の町は、戦後間もなくは、川の流れも済んでいて、夏には、 ホタルが見られたというが、あっという間に、川の水は真っ黒になってホタルも魚もいなくなり、川底に粉炭が厚く積もるようになったため、町の人たちは粉炭をすくって燃料にするようになった。商店街は賑わい、給料日には、麦川の旅館の宴会場は貸し切り、状態となり、社宅からの家族連れがよくフグを食べにやってきたという。また商店街で売られている品物は飛ぶように売れた。 山陽無縁炭鉱の福利厚生施設である、豊浦会館、白井集会場が完成すると、多くの芸能人が公演を行うために麦川の旅館に宿泊するようになった。また選挙の際には立候補者や支援者がやはり、麦川の旅館に宿泊して、選挙活動のために社宅を回った。豊田前は、戦後、商店が次々と店を開いたため、 表通りばかりではなく裏路地まで店が並ぶようになった。映画館がオープンして、レートショーを行ったり、ダンスホールなどができたため、商店街は深夜まで賑わっていた。もちろん小料理屋や居酒屋もあって、連日のように朝まで賑わっていた。また、社宅に住む主婦や商店で働く女性たちを相手と、する美容室も繁盛していたという。給料日の活気はまさにお祭り騒ぎで、 大勢の人たちでごった返している上に、出店もやってきて、ト板の上に商品を並べ、異性の良い呼び込みで客に声をかけていた。戦後、炭鉱で働くようになった人たちの中には、戦前、外地で働いていたが、文字通りに一つで引き上げざるを得なかった人たちも多かった。彼らはいざという時に役立つからという理由で、子供たちの教育に熱心であった。そのため、 豊田前には学習塾ができて、また学校の PTA 活動も盛んになった。もともと農村集落が点在する中に、山陽無縁炭鉱の大規模社宅が立ち並ぶようになると、大峰丹田内の町村間に合併の機運が高まっていく。特に山陽無縁炭鉱や他の炭鉱ののお膝元である大峰町は、 豊富な鉱山税収入で山口県下ではその発展が注目されていて、隣の伊佐町の熱心なバックアップを受けて、大峰町主導による合併に向けての地元世論が形成されていった。まず、峰郡内の大峰町、伊佐町、五福村、東厚、保村、西厚保村の5つの町村の合併についての話し合いが先行したが、 やがて、豊浦社宅を抱える豊浦郡豊田前町も合併に加わる機運が高まった。結局1954年3月31日、大峰町、豊田前町、伊佐町、五福村、東厚、保村、西厚保村の3町3村が合併して、峰市が誕生した。山陽無塩炭鉱では1955年度に石炭の産出量が、 戦前の最高記録を突破した。当時、練炭ンンはこれまで多く用いられてきた焚き木や炭などより安価な一般家庭用の燃料として人気が高く、年に10%から15%生産量が伸びていた。この傾向はしばらく続くものと考えられており、主として練炭ンンの原料として出荷されていた山陽無塩炭鉱の無塩炭のさらなる増産計画が立てられることになった。 また、山陽無塩炭鉱での最短はより深部の石炭を採掘していかねばならない状況となっていた。旺盛な炭炭需要に対応するために増産していくのならば、より深部の開発は不可欠であった。その上1955年には石炭工業合理化法が施行されており、単価の引き下げが要請されるようになっていた。そこで百五十六年から、 新部開発計画の立案が進められ、1957年に1月には、山陽無縁炭鉱の所長から、新部開発計画が公式に発表された。この計画では、炭鉱の設備増強と合理化によって1959年下記を目標に月産7万トンを達成し、また生産性も高めていくとしていた。組合からの同意も取り付け、1957年に、 スタートした7万トン計画では、深部から石炭を採掘するために、第6、第7、第9の3本の車高を新たに設ける計画であった。しかし第7車高は、炭素が変動体に遮られ、第9車高は、石炭の品位が低かったため、開発を中止せざるを得なかった。そこで、第6車高とともに、これまで石炭を産出していた桃の機構の、 増産などでカバーすることになった。深部から石炭を効率よく採掘していくためには、各種の機械化とともに合理化が不可欠であった。深部開発による7万トン計画ではが、主な機械化、合理化工事であった。結局、1959年12月末のケーブルベルトコンベアの完成によって、総費用16億円、延べ人員17万人を投じた。 新部開発工事は完成した。また、石炭の産出量増大に伴って、先端設備の増強が進められた。さらには産出された石炭を貨車に積み込むための、引っ込め線の増設、鉄筋コンクリート作りの先端積み込みポケットの建設といった、設備の増強も行われた。このような中で、海軍大港時代から、大峰丹田のシンボルとして親しまれてきた桃の木から、 麦貝の作動は1961年9月に廃止となった。深部開発による月産7万トン計画の進行中、1955年度の年産約44万トンから深部開発工事が完成した1959年度には66万トン余りと産出量は順調に伸びていった。その後も出荷量は拡大を続け、 1961年3月には月産7万トンに到達し、1964年12月8万トンの大台に達した。そして1965年12月8万3000トンの頂点に達する。1965年度年産も86万トン余りと最高を記録した。当時出荷量は毎月コンスタントに7万トンを超え、 また生産性も向上し、山陽無煙炭鉱は前世紀を迎えた。昭和30年代、前世紀を迎えた山陽無煙炭鉱では、戦前期に引き続き社宅は、家賃、修繕費無料、水道、浴場も無料、燃料である焚木と石炭はもちろん無料で、供給された。電気代は有料であるものの、低く抑えられ、畳代には補助が出され、散髪も、 しかの約7割と手厚い福利構成がなされていた。当時、山陽無縁炭鉱への入社希望者は多かったものの、合理化によって基本的に人員像を行わない方針であったため、1961年頃までは募集はあまり行わなれず、条件が極めて良い人物でなければ採用されることはなかった。豊浦社宅に隣接する商店街は、 昭和30年代には82件の店舗が軒を連ね、全盛期を迎えていた。1957年頃からはテレビが出回り始め、最初は電気屋に陳列されていたテレビに大勢の人々が群がっていた。しかし高価な商品であり、庶民にとってなかなか手が出なかったテレビがあっという間に社宅全体に広まっていった。電気屋は仕入れた先からテレビが売れていき、 嬉しい悲鳴を上げていた。当時、テレビ普及率が日本一であると豊浦社宅が報道されたと伝えられている。山陽無縁炭鉱の前世紀は文化、スポーツ活動の前世紀でもあった。映画や学劇団の活動はテレビの普及により衰退していくが、文化系では俳句同好会である青組会、短歌同好会、川柳同好会、洋曲同好会、 盆栽道公会、そして女子校ラス同好会などが活躍をしていた。また囲碁や将棋を楽しむ人々も多かった。俳句道公会の青組区会は、単校が3交体制の勤務体系をとっており、しかも職場が校内と校外と対別される上に、地域的にも分かれていたため、区会を開催したところでどうしてもメンバーの3分の1は出席できないため、定例の区会は開催せず、 区会法中心の活動にするといった運営上の工夫をして最盛期には40名を超える会員を集め山の俳句会として各新聞でも紹介された。なお区会は大民担当にもあって一時期注目されたこともあった。スポーツ活動も昭和30年代前世紀を迎えていた。水泳部、陸上部は部員が国民体育大会をはじめとする。 各種大会で好成績を収め、また軟式テニス部、卓球部、ラグビー部も各大会で活躍した。軟式野球部は昭和20年代後半から30年代にかけては近隣で最強と言われ、やはり各大会で活躍を見せた。そして水泳、軟式テニス、ラグビーなどでは、山陽無縁炭鉱の部員たちが地元の中、高校生に対しても、 熱心に指導を行った。そしてミネシュ体育協会の発足について、山陽無縁炭鉱の軟式テニス部の指導者が尽力するなど、前世紀の山陽無縁炭鉱のスポーツ活動は、地域のスポーツ振興にも大いに貢献した。1954年に復活したボーイスカウト活動は、昭和30年代に入っても活発であった。1957年には社宅に住む主婦たちが、 主導してガールスカウトが発足するそして、年少者から一貫した、スカウト教育を行う必要性が認識されてきたため、子供会とタイアップする形で1965年に、株スカウトが発足した。そして1957年、収容団三洋支部が結成され、明るい社会建設をモットーに、各種の講習会、研修会、奉仕活動といった、 収容団活動を行った。1957年から1961年にかけて日本各地の炭鉱から炭鉱技術の習得と日独親善を目的として西ドイツのルール地方のルール丹田に若手工員を派遣することになった。山陽無縁炭鉱でも計4名の工員が派遣され派遣工員のうち1名が事故で殉職する不幸に 見舞われたが、残りの3名は西ドイツで炭鉱技術を習得し帰国した。山陽無塩炭鉱が、新部開発による月産7万トン体制の確立に成功したため、山口県産の無塩炭の全国シェアは1955年度は約53%であったものが、1965年度には7割を超えるようになった。しかし最盛期を迎えた山陽無煙炭鉱に対して、 昭和30年代に入ると、大峰丹田の中小炭鉱の多くは、大手炭鉱のように機械化による合理化を行うことができず、また最短場所が、深部になっていく不利な条件を克服できなくなり、萩ぎ炭鉱、神田炭鉱、三保大鉱などが閉山に追い込まれ、1960年度末には五炭鉱に減少した。昭和三十年代後半になると、山陽無縁炭高にも、 衰退の影が忍び寄ってきた。当初、月産7万トン計画率暗示は、深部開発は、第6、第7、第9の3つの社交を軸とする予定であった。しかし第7、第9社交は、開発が中止されたため、第6社交が増産を一手に担う形となってしまった。その結果、第6社交地区の深部開発は、急速に進行し、 しかも南部は終局帯の影響で採短が困難であることが判明した。増産計画の根幹をなす新部からの採短が期待できなくなるという予想外の事態に直面し、1962年以降様々な対応を余儀なくされた。まず言ったのが、航空の南北方面の開発であった。第六車港からの出発に陰りが見え始めた1962年に南部航空、 そして1964年には北部航空の開発を本格化させた。さらに、路頭部分の石炭採掘を行うため、1964年7月からは、草井川で露天掘りを開始した。続いて、これまで炭層が硬い上に、ボタが多いため、経済的に引き合わないと判断されてつかずであった、イノシシの基礎の石炭採掘に取り組むことになった。 イノシシの基層の採採方法として採用されたのは、水力採採であった。この採採法は一種の水鉄砲を用い、ノズルから高圧の水を炭層に噴射することによって、採採を行うもので、イノシシの基層の上下の地層が硬く、炭層の傾斜も問題なく、また水も十分に供給できることが採用の理由であった。水力採採は1961年。 山陽無塩炭鉱の幹部がソ連に炭鉱技術の視察に行った後に導入が検討されるようになり先行導入されていた北海道内の炭鉱の視察そして山陽無塩炭鉱内で試験を繰り返した後1965年10月から創業を開始したまた採掘される石炭の質にも変化が見え始めていた大峰炭田で採掘される無塩炭は 粒度が細かくなるほど品位が高くなるという特徴があり、この特徴を利用して無塩炭の選別にはふるいが用いられてきた。戦後間もなくは 1kg あたり 5500kcal の特高を15、mm、の古を 15mm のふるいで選別していたが、酸質量の増大に伴って品位の変動が激しくなり、それに伴ってふるいの目は徐々に細かくなっていった。 1964年に電熱ふるいを採用して4ミリまで細かくしたものの4ミリメートルのふるいでも品質の保持が難しくなった。ある程度水分を含む石炭鉱これ以上細かいふるいで選別するのは困難であり結局粉炭を風力によって選別する空気選別が研究され1961年2月に空気先端機が運転を開始し 翌1962年1月には増設された。もともと古い上に残った石炭は水栓されていたが、空気先端機の実用化後も水栓は継続された。しかし空気選別の実用化後、水栓によって選別された沈殿庫の品位が低下し、販売が難しくなって貯炭が増大し始めた。そこで、浮遊線湖を実用化して、 チンデから高品位の微粉を回収することになった。浮遊線行の採用にあたって問題となったのが浮き線油の剪定であった。山陽無塩炭鉱の無塩炭はそのほとんどが家庭用の練炭原料として出荷されており、製品化された練炭に浮き線油が混入することによって煙が出たり周期を発することがあれば商品価値が著しく低下してしまう。 そこで試験を繰り返して、高品位の粉炭を回収するために適切である上に、練炭原料として問題がなく、コスト面も考慮して、浮き線油を選定し、1963年12月より、浮遊線工の創業が始まった。また、1964年には、砂鉄と水の混合液である、重液を利用して、先端を行う重液サイクロンも稼働を開始して、 5000キロカロリーの粉炭回収に使用されるようになった。このように様々な対応をしながら多くの課題に対応していた採用無塩炭鉱であったが、1964年頃からより困難な事態が降りかかってきた。産出される無塩炭の品位が急速に低下してきたのである。もと鉱内の機械化の進展や家業炭素の劣化により品位は徐々に低下してきていたが、 それが顕著になって、産業無塩炭鉱の主力商品である 1kg あたり 5500kcal ロロの特古の品位保持が難しくなってきた。そこでやむを得ず、高品位である水泉による特選鉱を混沌して特古の品質保持を図るようになった。炭鉱をめぐる社会環境も変化しつつあった。新部開発に成功した産業無塩炭鉱は政府による 石炭工業調査会の調査によって炭鉱のスクラップビルド政策においてビルド鉱に選定されたもののさらなる合理化、機械化によって生産性をアップしていくことを求められていた。そのため会社や労働組合の幹部は1963年後半期より全国各地の炭鉱の視察を繰り返し、視察結果を山陽無縁炭鉱の状況改善に生かしていくようになった。 そしてオーミネの主力出荷先である、連炭業界にも大きな曲がり角がやってきていた。取り扱いが簡単かつ連炭よりも清潔であるというそして都市ガス、プロパンガスが家庭用燃料として、急速に普及し始めたのである。その結果、連炭の生産高は1962年を頂点として低下し始める。また海外からの安価で、 品質も高い無塩炭の輸入も増加していた。炭鉱をめぐる情勢の悪化に敏感に反応したのが従業員たちであった。これまで産業無塩炭鉱では条件が極めて良い人物でなければ採用されない、いわば買い手市場であったものが、1962年頃からは若年層の職員を中心に退職して他の産業に転職していくものが相次ぐようになったのである。 山陽無縁炭鉱は一転して人員の補充が極めて大きな課題となり、1964年頃以降従業員の募集に本腰を入れるようになった。若手職員の相次ぐ離職は山陽無縁炭鉱の特徴であった盛んな文化、スポーツ活動にも大きな影響を及ぼした。俳句堂公開青組の区開放、青組が百六十二年に習慣になるなど、 この頃以降、文化、スポーツ活動は徐々に縮小していくことになる。出産量の増加を目指し、路頭部分の採掘を行うために開始された奥畑露天掘りの跡地を利用したミネシュカ石採集場。1966年以降、山陽無縁炭鉱は次第に困難な状況に追いやられていく。まず、採短が困難になっていった。 月産7万トン体制の大黒柱であった第6社校は急速に採掘が進められていったため主言が枯渇し、1967年には深部の採掘を終えた。そこで第6社校から南北へ最高範囲を広げようと計画したものの、炭素の変異が激しく安定性に欠ける上に採掘を進めていくには保安上の問題も大きく。 結局第六車工による深部開発は断念せざるを得なくなった。第六車工に代わって最高の柱として期待された航空の南北方面についても行動は航空の境界線付近まで延伸したものの単素が不安定で質も不良であり最短可能な場所は少なかった。結局航空の南部と北部に最短の中心を置くことはできなかった。 そこで、これまで採掘が行われてきた地区の残炭や浅部の路頭付近の採掘、そして草井川の他に、桃の木、奥畑、荒川で露天掘りを行い、イノシシの基礎の水力採掘を行っていった。しかし露天掘りは、採掘を続けていくうちに、稼業部分が深くなって、白土量が増大してきた。また採掘を続けていた地域も、 経済的に最短可能な場所の石炭は次第に掘り尽くされていった。そのため、産出量も1969年度には年産約71万トンにまで減少し、月産ベースも6万トンがやっとになっていった。また、採掘される石炭の品位低下も止まらなかった。最短場所が深部、そして周辺部へと移行していく中で、品位の低下は顕著になっていき、 前述のように品位の低下に対する対策を進めてみたものの、練炭原料としての商品価値の低下という脅威にさらされるようになっていった。その上、昭和40年代に入ると大都市部では、練炭消費の減少が顕著になっていた。山陽無塩炭鉱での生産性の向上も思うように進まなかった。生産性が思うように上がらなかった主な理由は、 大峰丹田の単層は断層、終局が多く単層が不安定であるためであった。まずこのような不安定な単層では最短の機械化自体に困難が伴った。また不安定な単層では最短計画の立案も困難であった。安定した最短を行っていくためには単層の状況を事前に把握しておく必要があり。 そのための方法としてはまずボーリング調査が考えられるが、ボーリング調査は効果であり、最高予定値の炭層の状況を把握するためには、多額な費用を要する。そこで主として、実際に行動を屈伸して、炭層を把握する方法が取られたのだが、この屈伸作業自体が硬い岩盤と、複雑な地質状況に阻まれ、思うように進まなかった。また、 人員の確保も困難になっていた。体制が明らかとなってきた山陽無縁炭鉱では、多くの職員たちが職場を離れていった。ローム関係者は、人員の募集に奔走し、宇部高山関連の閉山した宇部丹田の炭鉱からも、人員を拝転させ、また、業務の一部を外部の業者の請負いとするなどして、人員の確保に努めた。そのような中、戦前期から、 産業無縁炭鉱で活躍してきた季節労働者は1967年頃から減少し1969年に来航したのを最後に終了した。この頃には実際問題としては工員の数ばかりではなく質も低下しており、それが炭鉱経営の困難に拍車をかけることになった。石炭産業の社用化の中で 大手の山陽無縁炭鉱以上に中小炭鉱は苦労していた。昭和30年代後半以降、榎木山炭鉱ではまさに串の葉が抜けるように従業員が辞めていった。炭鉱に残るのは主として年齢の高い職員ばかりで石炭の生産工も減少していく。炭鉱の経営陣は従業員の引き止めに努力するともに、求人のために山口県内を走り回ることになった。 この頃になると就職時に多額の支度金と共に生活費として給与の前貸しは常識となっており苦労してようやく採用にこぎつけた行員もたちまちのうちに失踪し前貸しした給与が焦げついてしまうといったトラブルも発生した1973年3月に閉山した大民丹校本校の高校 山陽無塩炭鉱では、経済的に採短可能な場所が掘り尽くされていき、新たに安定した採短が可能な地区が開発される、目処も立たなかった。そして無塩炭の需要も減少していくことも明らかで、あり、1970年9月1日、職員と公員の組合に対して、閉山を提案した。両組合とも、会社側の閉山提案を了承し、11月27日に、 閉山となり、翌28日付で、全従業員が解雇となった。1971年1月17日には、高校が閉鎖され、2月15日、豊浦山の上社にて、閉山式が行われた。また、1970年7月には、大峰無縁炭鉱、はぜけ国無縁炭鉱も、閉山となった。炭鉱は危険性が高い職場であり、 山陽無縁炭鉱でも毎年のように死傷者が出た。しかし幸いなことに数百人が犠牲となって社会問題になるような大事故は閉山まで一度も発生しなかった。この背景には、公員からそのうち鎧を着せられて入港するようになるのではないか、との冗談が飛び出すほど安全対策を重視し、保安体制、教育の充実と徹底が閉山まで守られ続けたことがあった。 1904年、海軍炭鉱時代に開けこうした荒川鉱は、1992年4月の吉部工業ミネ炭鉱の鉱内掘り終了時に閉港となった。山陽無縁炭鉱の閉山時、榎木山炭鉱と大民炭鉱が祭壇を続けていた。榎木山炭鉱は、隣の山陽無縁炭鉱の閉山後、山陽無縁炭鉱で処理されなくなった鉱内水が、 校内に流入するようになり、排水が困難になった。炭鉱経営がより困難になって、閉山の時期を模索し始めた中、1972年7月11、12日の集中豪雨によって排水用の主要ポンプや行動が水没してしまった。早速排水作業に取り掛かったものの行動の一部が崩落し、保安上の問題も加わったことにより、 結局8月いっぱいで閉山することになった。残った大民炭鉱は隣接する山陽無縁炭鉱と江ノ木山炭鉱の鉱内水が鉱内に流入することになり、保安上の問題で1973年3月に大民太鉱本校が閉山する。そして大民太鉱いのししの機構も1977年3月いっぱいで閉山となり、 大峰丹田の炭鉱は一旦すべて閉山した。しかし1979年11月、吉部工業峰丹鉱が露天掘りを開始し、大峰丹田は復活する。1980年9月には、旧山陽無煙炭鉱の荒川港で採掘を再開し、採掘された無煙炭は、電炭の原料として販売した。 吉部工業ミネタンの荒川港での創業は1992年4月で終了し、その後は再び露天掘りに移行したが、2002年に創業が終了し、大ミネタン電の炭鉱はすべて閉山となった。ミネ市の国勢調査時の人口は1960年の39,704人をピークに減少し続ける。これは炭鉱の閉山が、 相次いだことが原因であった。1965年の国勢調査では34,359人、1970年は27,639人と、1975年は22,552人と、5年間に1割以上の人口減が続いた。その後もペースは鈍くなったものの人口減が続いた。1962年に、ミネシは 山端地域の指定を受けた。1970年の山陽無縁炭鉱の閉山前、当時の三重市の人口の約4分の1が山陽無縁炭鉱の従業員とその家族で、市の予算の約3分の1が山陽無縁炭鉱からの市税、固定資産税、工業税などの収入で占められていた。このため、山陽無縁炭鉱閉山の動きに、三重市は神経を尖らせ、 母体である、宇部さ山に、しばしば対応策を要請していた。山陽無縁炭鉱の閉山が決定すると、峰市や峰市商工会議所は、宇部さ山に新企業の設立など、対応策を要請するとともに、峰畜振興対策協議会を設立して、企業誘致、工業団地の建設などといった、地域振興策に取り組んだ。宇部高山は、山陽無塩炭鉱の峰側に、 宇部電気化学、豊浦側に、峰機械製作所を設立して、主として、山陽無縁炭鉱からの離職者を採用した。山陽無縁炭鉱の閉山時は、高度経済成長期であったため、求人は多かった。閉山前後に、宇部鉱山関連企業に配転が決まり、峰を離れた人たちも多かったが、他の企業に再就職して、峰を去った人たちも、数多くいた。 続いて、ミネでは、旧三丹地域の産業振興を目的とした、工業団地の造成が始まった。1971年、採用無塩炭公平残後の離職者対策を目的として、ミネ市が取得した土地で、三丹地域振興事業団が、ソネ工業団地の事業を開始した。続いて、地域振興整備工団が1981年から、ミネ工業団地の事業を開始した。 ミネ工業団地は1988年に分譲を開始し、ソネ工業団地、ミネ工業団地ともに企業が進出し、炭鉱閉山後のミネ市の地域振興に貢献した。山陽無縁大抗最大の社宅であった、豊浦社宅の跡地に、日本初の PFI 刑務所である、ミネ社会復帰促進センターが建設された。1983年、ミネ市長から、 山口県に対し、山陽無縁炭鉱最大の社宅であった、豊浦社宅の跡地に、企業誘致を行うための協力要請がなされた。その後1991年、山口県は、通産省に対し、塚立在タウン構想のモデル地区申請を行い、同年7月に、全国3カ所のモデル地区の一つに指定された。 そこで県と市は合同でスカタチザイタウン建設推進協議会を設立し、構想の早期実現を目指した。同年、ミネ市は、ミネ市新総合計画、新生ミネ2001プランを策定するが、計画の3本の柱のうち1つが、豊浦社宅の跡地に建設される、工業団地、ミネテクノパークであった。1九9四年七月、地域振興整備公団が、 工業団地の造成を開始した。1997年3月には総面積約43.4ヘクタール、うち13区画の工業用地約28.1ヘクタールのミネテクノパークが完成し、同年9月から分譲が開始された。しかしミネテクノパークは、ウベフェニックステクノポリス計画の中で内陸部における生産拠点とされたものの、 バブル崩壊後の景気低迷の煽りを受け、全く企業が進出しない状況が続いた。ミネ市の人口減少に歯止めがかからない中、企業誘致が期待されたミネテクノパークには一社も進出しない状況が続き、地域を活性化させるための施策が大きな課題となっていった。ちょうど同じ頃、犯罪情勢の悪化に伴い受刑者が増加し、 刑務所の過剰収容が深刻な問題となっていた。2001年から法務省は既存の刑務所の増改築を行い、過剰収容の解消を目指したものの、到底間に合わなかった。そこで刑務所の新設が大きな課題となったが、新設となると国の厳しい財政状況も考慮に入れざるを得なかった。 そこで1999年に制定された民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律を活用することになった。PFI、つまり民間の資金、ノウハウを活用して公共施設の整備を行う手法を用いて刑務所を新設することになったのである。PFI 事業による刑務所の新設という方針が決定されると、 全国51カ所から誘致の声が上がった。ミネ市でも2001年、ミネ市議会にミネテクノパークへの刑務所誘致を協議する活性化対策特別委員会が設置され、ミネ市長と市議会が国と山口県に対して誘致活動を開始した。地元住民から不安や戸惑いの声も上がったものの、刑務所新設に伴う、 経済効果への期待が上回り、誘致に対する熱意が盛り上がっていく中、山口県も知事が法務大臣に誘致を要請するなど支援を行った。2004年1月、法務省はミネテクノパークに PFI 刑務所を建設することを決定した。全国各地の候補地間で誘致合戦が行われた中、ミネテクノパークが選ばれた理由としてはなどが挙げられた。2006年1月、 ミネテクノパークの地で建設工事が開始され、2007年5月13日、日本初の PFI 刑務所であるミネ社会復帰促進センターの会長式が行われた。こうして、山陽無縁対抗最大の社宅であった豊浦社宅の跡地は工業団地ミネテクノパークを経て、日本初の PFI 刑務所となった。ミネ総軍からはこれまで多くの植物、昆虫、 2枚以外の化石が発見されていることで注目されており、ミネ地域ではミネ群の中でもモモキから多くの化石が見つかっている。化石は石炭層付近の結岩から数多く見つかっており、特に地表付近の石炭を採掘するため、山陽無塩炭鉱による露天掘りが本格化した1966年頃から多くの化石が発見されている。 ミネソウ群から発見される植物化石は主にシダ植物とラシ植物である。特に注目されるのが植物の生殖器官が見つかっていることである。生殖器官は植物の本体から離脱した形で発見される場合がほとんどであるが、中には植物についたままのものもあり、これはミネソウ群の植物化石はどこかから流れてきたものが堆積したわけではなく、 植物が生育していた場所で堆積したことを示していると考えられている。これは、大峰丹田の石炭についても同じことが言えるが、地殻変動や火星岩の影響を受けて無塩炭となってしまっているため、植物についての情報を得ることはできない。また、ミネソーグ群から発見される植物化石が主として、シダ植物と、 ラッシュ植物であることから考えて、オオミネタンデンの無塩タンモシダ植物、ラッシュ植物の意外が堆積したものであったと推定されている。またゴキブリ、トンボ、バッタメといった昆虫の化石、そしてニマ以外の化石も多く見つかっている。このようなことから、オオミネタンデンの主要部が形成されたミネソウ群の、形成時代は浅い海に面したジャングルが広がり、 地殻変動によって陸化が進んだり、またある時は海水が侵入したりするような環境であったと考えられている。大峰丹田の遺産の活用を検討していく中で、山陽無縁大公時代に露天掘りが行われた奥畑の露天掘り跡地を化石採集場にする計画が持ち上がった。奥畑の露天掘り跡地には、峰草群の桃木層が露出しており、 シダや特産の仲間のようなシダ植物や、イチョウや、ソテツの仲間のようなラシ植物の化石、そしてゴキブリなど、昆虫の化石を採集することができる。そして2006年5月、化石採集ができる、ミネシ化石採集場がオープンした。2015年9月、大峰丹田を含むミネ地域は、マイン、秋吉台、ジオパークとして日本ジオパークに加盟する。 大峰丹田の遺構が、マイン、秋吉台、ジオパークのジオサイトとされるとともに、大峰丹田の資料を集めた峰市、歴史民俗資料館、そして大峰丹田で発見された化石などを展示する、峰市化石館が、ジオパークの関連施設とされた。ありがとうございます。